ですけど、一応お手元のですね、レジュメの中にこの前の3つは入れておきました。1月22日は竹信さんで、労働の話ですね、労働問題の話。2月13日は、沢藤さんという弁護士さんにですね、日本の司法と裁判所、裁判官の話をしていただこうと思っています。それから3月31日は後藤正さんという元東芝の原子炉格納容器のですね、技術者さんで、この時はですね、新型原子炉、具体的にはですね、高温ガス炉と超高温ガス炉と小型原子炉についてですね、ご説明をいただくという予定にしています。それから4月8日がですね、山田明さん、明治大学の歴史の現代史の先生ですね。で、ここのテーマはですね、戦後改革の歴史的理想と帝国の解体というテーマでお話をしていただこうと。特に戦後改革と大日本帝国がですね、いかに解体されたかっていうお話をしていただく。それもなぜそういう話をしてもらうかというと、先ほど言ったように丸山麻生も私たち読んでいますって申し上げたように、日本のですね、ここ数年の間安倍政権になって以降のですね、なし崩し的な右傾化というかですね、千年回帰のような動きって非常にですね、おかしいと思いますので、少し歴史的に振り返ってもらいますという、そんな趣旨ですね。それでつい最近東京新聞にですね、オリパラ教育の、こちら特報部のところにオリパラ教育の記事載ったらご覧になった方いらっしゃいます？本当ひどいですよ。小学生を動員してですね、天皇陛下がどっか武蔵野だったかな、そこに昭和天皇のお墓があるらしくて、そこへお墓参りに行くのにですね、沿道にですね、その小中学生を動員して並べて日本の旗を振らせるわけですよ。でこれをオリパラ教育とかなんとか言ってると、ふざけた話なんですけど、そんなような調子でですね、こういう動きをですね、我々市民黙って見てたらダメなんだというふうに思いますので、いろいろこうやってやってるということですね。で青色で書いたのはその時々でですね、最初の1時間弱をいただいて私の方からお話しする予定のものです。で次回はですね、1月22日竹信さんの時には、私の先ほど の中野さんの本の続き、最後になると思いますけど、第3回目をやりたいというふうに思っています。それから2月13日の沢内さんの裁判の話の時は、私は東京電力の刑事裁判無罪にしましたね、幹部さんにはね、あれに対する批判をですね、私の方からしたい。で裁判の内容そのものについての批判についてはですね、私ごときが言うんじゃなくて、例えば海渡弁護士さんとか、それから元朝日のですね、ちょっと名前忘れた、添田隆さんとかが、さまざまな媒体を使って書いておられますので、それはそっち見ていただきたい。で私がここで言おうとしているのはですね、日本の裁判がいかにひどくて、その日本の裁判がのひどさがですね、最も典型的に現れたのがこの東電の刑事裁判であったっていう。でどういう点がそうなのかっていうのをですね、簡単に申し上げたいっていうのを思っています。それからあと3月31日以降はですね、何回になるか分かりませんが、森林と日本の森林林業の政策についてちょっと詳しくお話をしたいというふうに思っていますので、これ1回で終わらないので何回かに分けてやりたいと思っています。でそもそもですね、この帳簿ゼミをですね、題しているのはですね、オルタナティブな日本を目指してっていう、そういう旗を掲げてやっています。でこの意味はですね、その単に勉強会をやって物知りになるっていうためにですね、これをやっているんではありませんっていうことなんです。でそれはどういうことかっていうと、もう一つオルタナミっていうのはもう一つの日本ということなんですけど、このもう一つの日本というのはですね、今の先ほど太郎君も言って、山本太郎さんも言ってましたが、安倍政権やですね、自民党公明党のような政治家に牛耳られて、その政治がですね、日本を少しずつ壊していっている、そんな日本ではなくて、私たちのですね、本当の意味での代表、私たちのためにやってくれる政治を実現してくれる、ね、そういう日本を目指してですね、我々必要な知識を得ていこうという、そういう趣旨なんです。それでここ何回も言ってますけど、政権交代を目指す市民運動というとですね、2つのタイプがあって、1つはですね、選挙にどう勝つかっていう話なので、これは言葉を変えると
運動論的アプローチ、つまり政権交代の運動論的アプローチというふうに言えると思います。で、私がやりたいのはそれではない。その運動論的アプローチについては私ごときがやらなくてももう複数の方がおやりになっているので、そちらの方に参加していただいた方がいいというふうに思います。で、そうじゃなくて私がやろうとしているのはですね、こういういろんなことをテーマについてここで、学ぶ、教えていただく、日本でトップを走っておられる方々に教えていただくというその趣旨はですね、まず一つは選挙にですね、どのような政策を掲げればいいのかっていう、それが一つ。それからもう一つはそれ以上に重要なのはですね、政権交代をした後どのような政策を具体的にどういう順番で誰がどうやっていくのかっていうのをですね、我々市民がある程度知っていないとですね、さあ選挙に勝ったはですね、あとはよろしくっていうですね、お任せ民主主義になるのはもう目に見えているので、そうではなくて選挙を勝った後にですね、我々市民の代表が作った政権政府がですね、どのような政策をしていくのかっていうのを我々がきちっとですね見ていかなきゃいけない、監視していかなきゃいけない。で、その時にですね、今いろいろこう30何回もやってやったんですけど、そういう教えていただいた知識がですね役に立ってくると、そういう意味なんですね。なので、私の言葉で言うと、この進捗ゼミというのはですね、政権交代のための政策論的アプローチというふうにですねお考えいただければいいということですね。それからあとですね、ちょっとこの上に書きましたのは、今日竹内弁護士にお話をしていただく大きな趣旨をちょっと書いておきました。で、今日はですね、その一応具体的には外環今訴訟になってるんですけど、この外環道の訴訟の話をしていただくことなんですけども、だけどもよりですね重要なことはですね、その外環道の一番ベースとなっているこの大深度地下開発法っていう法律なんですけど、この法律をですね我々しっかり見てですね、いかにひどいかと、この大深度地下開発法ですね、これをやっぱ知っとかなきゃいけない。で、それはなぜ知っとかなきゃいけないかというと、今回のこの外環道で今、政府が進めているですね、このデタラメな方法をですね黙認してしまったら、しょうがないねとかってやってしまったらですね、第2弾、第3弾、第4弾と次々と来るわけですよ。間違いなく来ますよ。だからこの大深度地下外環道訴訟ないし外環道問題を通じて我々が考えるこの大深度地下開発というのはですね、もっと言葉を変えるとまちづくり問題なんですよ。しかも21世紀の日本の首都のですね、あるいは首都とは限らない、リニアなんていうのはですね首都とは限らないわけですから、まさに街づくり、あるいは交通、リニアの場合交通もですけど、そういったものをいかに作っていくかというですね、東京都で言えばですね都市再開発の問題だということになるわけですね。だからこういうそういうですね、単品ワンイシュー限定的な発想しないでですね、この外環道を通して私たちはどういう街を作っていかなきゃいけないのかっていうことをよく考えなきゃいけないし、それはですね東京都で言えば間もなく来年の夏にやってくる都知事選挙ですよ、あるいは都議会選挙、そこにですね生かしていくっていうことを考えなきゃいけないんですね。それで今ですね、この悠々と外環道やリニアがですよ、東京の地下でまるでこの泥棒のように進められている、この進め方はですね東京都政がおかしいからなんですよ。東京都知事がもっとしっかりした人であれば、あるいは我々市民都民の側に立って物事を考えてくれる人であれば、あれストップかかってるわけですよ。かかってないということはろくでもないやつが都知事をやっていた、やってきたっていうことを意味しているので、まさにですね選挙の大きな争点の人ではあるということです。で、これと同じことが今度は5月14日にやっていただくんですけど、羽田空港に離発着する航空機がですね低空飛行で23区の上を通ることになっています。で、しかもですねこれ非常に危険な形でですねやろうとしていましてね。で、この5月14日はですねナスリエさんっていう大田区の区議さんに来ていただいて非常に詳しいの で、その羽田空港離発着航空機のですね低空飛行問題、23区上空の低空飛行問題とそれに関連して都知事選挙目前ですので、東京都政についてのお話をしていただく予定でいます。そんなことなんですよね。それでもうちょっと脱線して言っておきますとですね、今東京のその街づくりの関係でマスコミに取り上げられて評判化している問題っていうのはこんくらいあるんですよ。だから今はそのうちの一つの大深度地下と外環道の話するわけですけども、例えば都市計画と建築基準法の改正問題とかですね、
我々は例えば都市計画法とか言って町づくりの計画作るんですけど、都市計画審議会とかいうのがあるんですよ。で、町づくりに関しては知事がですね絶対的な権限握ってるわけです。だから我々の直接の基礎基本自治体である市区町村はですねほとんど口出せない、そういう体験になってるんです。都市計画ってこの都市計画がですねもう老朽化して陳腐化してゼネコンや土建屋がですね好き勝手やれるような仕組みになってんですよ。この都市計画をこれいつまでやってんだとこんなことっていうことなんですね。で、まあ、こっちの法律に詳しい先生もいらっしゃるから、まあ、いずれお呼びしてお話を聞こうかなと思っていますけども、まあ、そういう問題があると。都市計画審議会なんて理系の数じゃないですか、おそらく。それから2つ目はですね都市計画道路、これはですね私が住んでいる北区でもありましてね、戦後すぐに計画立てた道路だとか言ってですねもう都市計画上の問題はクリアされてるからといってもう立ち退けとかなんとか来てますよね。でこのいわゆる大昔都市計画道路の問題は私がいる北区だけじゃなくて他の区でもいくつかあったと思いますよ。非常にひどい進め方をしてるわけですね。それから3つ目は皆さんご存知の築地豊洲問題です。で皆さんはですね築地豊洲問題というとですね卸売市場をどうするかっていう問題だと思っておられるでしょ。違いますよ。あれは築地の跡地を再開発して土建屋たちが金を儲けるするためにですねあそこにいる八百屋と魚屋を追い出したんですよ。つまり完成地上げなんですよ。わかりますよね。だから完成地上げですから出ていくやつがその出ていった先でどうなっていようとですねやってる方からみんな関係ないんですよ。とにかく出て行ってくれればいいと、どこでもいい。石原慎太郎以下がですね、石原慎太郎と東京都庁の役人どもがグルになってやったことはですね、それは卸売市場の移転ではなくて、築地市場跡地をですね、都市再開発として利用したいがためのですね、完成地役だった。まずそこのですね、認識からスタートしなきゃいけないというふうに思います。だから今もう、豊洲市場ってひどいことになってるわけですよ。毒物はそのまんまですし、使い勝手が悪いから事故が起こってるし、いろんなものがいっぱい出てきてですね、大変なことになっています。ところが、マスコミがほとんどそう報道しないんですよ。これね、いい加減にしろって言いたくなるんですけど、ほとんど報道しない。今、豊洲のですね、ひどい状態を報道してくれてるのはですね、共産党の赤旗、それから日刊現代、それから週刊金曜日、そして岩波の世界という月刊誌です。今月の確か世界の一番最初に豊洲の話が出てたと思います。この4つしかなくて、朝日とか毎日とかですね、そうした名だたる大手新聞は書かない。何やっとんだっていうふうに私は思いますけど。だから、まあ、築地豊洲が一つでしたけど、実はこの築地豊洲のこの跡地ですね、広大な跡地がまあ狙われてたわけなんですけど、実は今からですね、30年以上も前、まあ、40年前ですね、40年前、1980年前後にですね、通産省がですね、土建屋たちの業界を集めて研究会を作っていた。その研究会がですね、東京都の再開発をですね、7つ挙げてたわけです。築地豊洲がその中に1個入っている。でそれ以外にも、例えば汐留とかですね、入ってたわけです。でそのうちの、もうすでに6つはですね、築地豊洲を除く6つは全部実現してるんです。恐ろしいと思いませんか？通産省のですね、おそらく私的なですね、研究会、土建を集めた研究会が掲げた計画がですね、一つ残らず全部実現する。で、最後に残ってたのがこの築地なわけですよ。それが、まあ、皆さんご承知のように、押しつぶされるようにして、築地が押しつぶされるようにして、豊洲へ追い払われてしまいましたでしょ。これ、あれですよ、世界遺産ですよ、築地って。まあ、そんなことですね。それからこっちはご存知ですかね、オリンピック村の都有地のダンピング問題、これも今訴訟になってるんですけど、晴海にあるですねかなり広い東京都の都有地、これを時価の10分の1の値段で23社のですね土建屋にですね投げ売りしてしまった。でしかもその時に都市計画法をですね非常に歪めた形で、へりくつで歪めた形でやっていてですね、でこれはまあ今住民訴訟っていう裁判だったんですね。でこれは中間金曜日が結構詳しく、片岡さんが詳しく報道してくれていると。それからあと東京オリンピックですね。で東京オリンピックってスポーツの祭典だと思ってるお人よしっていうかですね、愚か者が多いんですよね。バカじゃないのと。
オリンピックというのはですね、オリンピックというスポーツ、私から言わせるとドーピング人形がですねやってる、まあ、ドタバタ劇ですね。それを種にしてさまざまな業界がですねそれを食い物にしてるんですよ。一番筆頭格は土建屋ですけど、土建屋だけじゃないんですよ。大きいのはセキュリティ会社、これめちゃくちゃ儲かるわけですよ、セキュリティ会社ってね。そしてそのそういうですね、オリンピックを食い物にしてですね、儲かる連中のトップにいるのが電通なんですよ。わかりますよね。で、東京オリンピックなんてもう最初から薄汚く始まった、ね、ブラックタイディングスに2億3000万かなんかの金をたっぷり込んだりとかしてますでしょ。でこれも言ってみると都市再開発、まちづくりを絡み合わせながら進められてだから 今私が申し上げたように、あともう一つカジノですね。でカジノ東京関係ないと思っておられるかも分かりませんが、本命は横浜と東京ですよ。特に東京です。東京が一番儲かるんだから、ここでやったら。だから小池は今黙ってますよね。知事選挙あるから、知事選挙終わって自分当選すると始めますよ、カジノ誘致。そして横浜と並んでですね、どっちが取るのか、あるいは両方とも行くのか分かりませんが、私はほぼ間違いなく、小池が当選すればほぼ間違いなくカジノはですねやってくるというふうに思ってますので。どうも先生いらっしゃいましたので、だから、今書きましたようにこういうふうにですね、都市開発についてのですね、表に出てるだけでもこれだけの問題があるので、これ以外にまだ防災の問題とかですねたくさんあるんです、まちづくりに関係するね。でこういったことを私たちはやっぱりちゃんと学習して知りながらですね、選挙の争点にしていくということをですね、都知事選挙、都議会選挙の争点にしていくということを地道にやっていくしかないというふうに思います。まだ社会福祉とかね、健康保険の問題、ごめんなさい、保育の問題とかありますよね。今日保育のことはちょっと申し上げませんけどね。すいません、あと5分10分でちょっといつもやって申し上げたいと思いますので。で今日はね、中国に関係する本を2冊ご紹介しておきます。で一つはですね、これ、朝日新書、中国共産党と人民解放軍という本ですね。でこの著者のですね、山崎正弘さんってですね、この人なかなか筆の立つ人 でこの一つ前にですね、歴史戦と思想戦っていうですね、いわゆる SF 欲が、ネトウヨを筆頭とした SF 欲のヘリクツをですね、その歴史戦と思想戦という本で、完膚なきまでにですね、批判していただいたんですけど、その同じ山崎さんがこういう本を書いておられて、私はびっくりしたんですけどね、中国共産党と人民解放で、私がこれをなぜ読んだかというと、香港問題です。それと、あとはその後ろにいる習近平体制ですね。それで私の直感に近いんですけれど、21世紀はですね、アメリカよりもブリックスと呼ばれているですね、四大国がですね、ろくでもないことをやるんではないかと。で特にその中でも中国が最も危険で、今の習近平がやっているようなことをですね、野放しにするとろくなことにならないというふうに思いますので、やっぱ中国、私中国ほとんど知らないんですけど、こういったものを読んでちょっと知識を得ておこうかなと。でこの本のいいところはですね、今までの中国史、中国近現代史で書いてなかったようなこと、例えば国境内戦、1945年から50年の間の国境内戦について割と詳しく書いてあるとかですね、台湾がどうなっていたのかとかですね、そういう今まで触れられていなかったようなことをですね結構書いておられるので、割といいと思います。それからもう一つ、これ貞子誠さんね、今なぜ魯迅かって思うんですね。貞子さんって魯迅大好きで、で口を開くと石原幹事の批判してるんですけど、そんな話で出てきます。それでちょっとだけ私この貞子さんの本読んで驚いたのがあってですね、知らなかった、満州国っていうのは石原幹事がクーデターとやって作った国なんですけど、そこは五族協和王道楽土っていうですね、理想の国を作るって言って始めたわけですよ。ところがですね、貞子さんの本読んだら、その五族というのはですね、日本人、朝鮮人、漢、中国人の漢ですね、それから満州の人、それと蒙古の人、これを五族と言ってるわけです。これが五族協和、共に手を取り合って仲良く、素晴らしい国を作るんですということで始めたんですよ、満州国ってね。石原幹事こんなこと言ってですね、ところがここちょっと書いてみましたけど、実は
穀物主食についてですね定めがあって、米を純粋な米を食っていいのは日本人だけ、朝鮮人は米食うときには必ずコーリャン入れて食えと。それから漢人と満人はですね米は食うことならんと、こういうことをですね満州国でやっていたそうです。私読んだときにびっくり覚えてですね、これがこれこういうことをやっていて何が五族共和かと思いません？それで、実はその石原莞爾はですね、最初そんなつもりだったのがこういうことをやっているというのを知ってですね、さっさと満州から引き上げてしまうわけなんですね。それでその満州に残ったそのいわゆる軍属にあたる、軍人じゃなくて軍属にあたる人がその関東軍に行った東条英機にですね、その五族共和と違うことやってんじゃないのっていうふうに東条英機に言ったらですね、お前まだそんなことを本気で信じてるのかっていう答えが返ってきたというふうに書いてあります。まあこんな こういうもんなんですよね。戦前の日本がアジアにやっていたことは。そしてその東条英機が1940年代に入って何をやったかというと、大東亜共栄圏ですよ。そんなやつが言ってる大東亜が共栄するかという思いません、ね、だから当然ながら4年後にですね叩き潰されて滅亡するわけですよね。でそれと同じ道を今の安倍政権は歩んでいると思いますので、我々のエセ右翼隊に対する潮流に対してはですね万全の警戒をしなきゃいかんというふうに思います。で、すみません、あとはもう簡単にこれ山本太郎さんの特集号か金曜日か出てますので、まあ、ぜひご覧になってください。それからもう一冊は消費税が国滅ぼす、ここでもうこの前もちょっとご紹介しましたが、文春新書から富岡幸男さん、90歳超えてると思いますけど、この方消費税が国を滅ぼすという本を書いておられます。でこの中身ですねものすごく充実してます、これを読まずして日本の税金の話はすんなと言いたくなるぐらいに、中身が充実しているので必ず目を通していただければと。それで一つだけです、富岡さんの本の中からちょっと抜き出したんです。これですね、これ何のことかというと、日本の法人税のですね企業規模別の実効税負担率、つまり表面はですね日本の法人税って全部合わせると 30% 弱ぐらいなんですけど、それ表面の話、実はいろんなですね特別措置みたいなのがあってですね、実質的に負担している税率っていうのはもっと低い。でどれくらい低いかっていうのを書いたのがこれですよ。でこっちがちっちゃい企業、こっちに行くほど大きい企業です。でこれ見てください、これここ一番ですね法人税をきちっと納めてるのはこのクラス、つまり中堅クラスの企業がですね一番きちっと、まあ、法定税率に近い形で納めて大体 27% ぐらいですね。ところがこれ2017年ですけど2016年度ところがですね、これ見てください、この100億以上とかこの連結法人とかいうのはこれよりもっとでかいやつですけど、これ 9% しか納めてないんですよ。それでじゃあこっちはどうなんだと、中小零細企業になったら税優遇受けてるかっていうと少し楽させてもらってるんですけど、これ全然でしょ、これいいのかと、これなんで思いません？読んでくださいね、これ一つだけですから、私紹介してるのね、もっといっぱいたくさん書いてありますから、騙されないようにしたいという、私が訴えたいのはですね騙されないようにしましょうということを言ったわけです。でこういう税制をやっているような政権はですねさっさと引きずり下ろしましょうよ。僕山本太郎さんじゃないんですけど、太郎ちゃんも言ってましたけどね、こういう法人税のですねこういう状態を放置してしたままですよ、何が消費税だと、私はそう思いますから、ぜひこれ以外にも山のようにあるんです、インチキ税制がですね、ぜひ私の言うことよりもこれを読んでいただければと思いますので、はい、じゃあすいません、ちょっと先生にやっていただくまで5分から10分休憩をしたいと思います。竹内浩一と言います。虎ノ門で弁護士をやっています。弁護士の33年目になります。
で、まあ、一般の民事の裁判、家庭の事件の調停とか裁判、そういうことを多くやってますけども、特殊なこととしては行政訴訟、それから国家賠償訴訟など、そういうことについて少し重点的にやってきています。で、行政訴訟についてはもう弁護士になって10年目ぐらいの時から小田急線連続立体交差訴訟の弁護団に引き込まれまして、でそこで斉藤武史弁護士と、まあ、だいぶ長くやってきました。で、小田急線訴訟では一度は事業認可の取り消しという判決が東京地裁で藤山さんという裁判官が出しまして、本当に世間に驚きを与えたと思うんですけども、しかしその後その裁判は控訴審、東京高等裁判所に移って、で高等裁判所は全く真逆の行政の言いなり、行政の裁量権、もう 100% 認めるようなそういう判決をして、でその後今度こちらが上告して最高裁に持っていきましたら、原告適格のところ、これについてかなり広く認める判例変更をしてくれまして、で原告の人々の多くが原告適格が認まるということになりました。しかしその最高裁判所の中の第一小法廷で中身について審理したときに、原告適格は広く認めたけども、中身はやっぱり二審と同じように裁量権を広く認めた判決を出して、取り消しの判決は破棄されてしまいました。その後行政訴訟もやってるんですけども、今般この数年来外環道の訴訟に携わっています。5年間青梅街道インターチェンジというところがあるんですけども、そこの裁判に、ぜひ手伝ってもらいたいということで、誘われまして、そこの弁護団長をしておりました。でそれの縁があって外環道全体の裁判の弁護団長をすることにもなりました。でそういうことを経歴をまずお話した上で全体のお話をしていきたいと思います。座ってお話をしますね。今日のテーマで、東京外環道、外郭環状道路、それから大深度地下法ということで、果たしてどれだけの人がね、関心持ってくれるかなと実は心配であります。大深度地下法なんて、適用になっている例は2つしかありません。この東京外環道とそれからリニア新幹線ということになります。でその他のものには適用例がまだないわけ で多くの人には関係がないようなそういう案件であります。しかしこの大深度法、大深度地下使用の使用法という法律なんですけども、とてつもない、国家国益行政優先の法律でして、こんなものを認めていたら、自由好き放題に自分たちの住んでいるところの地下を掘られてしまうと、そういう危機感を持ってこの裁判を取り組んでいますし、この大深度法は憲法違反だと、人の財産を無承諾無保証で勝手に使ってしまう、そういう法律だということで憲法29条の財産権の保障に明らかに反するという訴えをして、大深度法に正面から立ち向かって裁判をやっています。ではちょっとまずは外環道の全容について簡単にお話ししましょう。私はパワーポイントとかあまり使わないんです。パワーポイント使うと真っ暗になっちゃうんで、あんまり、仕事はしにくい。あ、逆ですね、逆。はい。はい、じゃあちょっと一緒にやりましょう。これは外環道のパンフレットの中の図であります。左側が東名高速で、右側が関越自動車道の大泉ジャンクションです。地図にするとあっちが北でこっちが南になりますけども、この東名高速の用賀の出口の少し手前のところから外環道の方に降りていって、これ全部地下で掘って、大泉のところまで行って、また大泉の関越自動車道に接続するというそういう計画です。外環道はその先をもうできています。千葉の方から埼玉の方回って大泉までぐるっと回ってきて、でここまで東名まで行くとほぼ完成というのが彼らの目論みです。でところがこの外環道が通っている地上部分というのはほとんどは一種住居専用地域でして、住宅の密集地、普通の住宅、むしろ環境が住宅環境としては良い方向の住宅のそういうところの密集地です。でその下を掘るので、これが断面図です。東名から降りていって
でずっと地下を通っていって最後は大泉から出るんですが、接続する部分としては中央自動車道が真ん中にあって、中央自動車道にもランプウェイトンネルを上がってきて接続置いてこれると、で地下でランプウェイトンネルとつながるという構造になっています。でこのトンネルをですね、大深度地下っていうのは、この大深度地下法の定義によると地表から40メートルより深いところが、まあ、原則的に大深度地下ということになっていて、そこに大きなシールドマシンでトンネルを掘っていってそこにつなげると。このシールドマシンっていうのは直径が16メートルあるでかいトンネルを2本並列に並べて走らせていくという、そういう計画です。シールドマシンっていうと、地下でこのグリグリ先の方についている丸い円盤を回して地面を、あ、地下を削り取っていく。で削った土はその後いろんな方法で外へ運び出して、外へ捨てると、で穴を通すという、そういうことなんですけども、よく、まあ、地下鉄では、都心の地下鉄では割と深いところを通っているので上から掘れないから、もう地下でずっと穴を掘っていくというやり方をしています。で、いっぱい地下鉄が通っているから、あ、その方法というのは、まあ、まともな工事方法だろうというふうに多くの人は思ってますけども、実はそんなことはなくて、まだまだ未熟な、あ、そういう技術です。地下トンネルをまっすぐ掘っていくというのは結構技術があって、結構ブレたりして、で岡山の倉敷市の地下道工事では、その地下のトンネルが崩れて水が出て作業員が5人も死んだという事故が起きています。そういうような工事を人の住んでいるところの真下でやってしまおうという話です。しかも直径16メートルっていうと、車が3車線並行して通る、そういう大きさのトンネルなんですよ。ですから そんな大きなトンネルっていうのは地下鉄ではありえません。地下鉄では1本電車1つ通ればいいわけで、多くたって2本通ればいいわけでして、これがもう直径16メートルのトンネルというのは日本でもほとんど最大級のトンネルです。日本の施工例では最大規模ですね。外国では17メートルという例がありましたけども、17メートルのトンネルでしょっちゅう、引っかかったり、それから岩にぶつかったりしながら宿泊してやっと通したと、2年ぐらい工事が止まったという事例もありますけども、それに匹敵する、わずかそれか直径1メートル短いだけのトンネルをずっと掘っていくというのがこの計画になります。この右の方にはその断面図があって、丸いトンネルが2本通ってますね。その2本通しているところでこうつないでいくんですが、問題は大深度地下だけで掘っていくならば、地表には影響がないということで、この大深度法ができたわけです。あ、どうもありがとうございました。また紙芝居であります。この地下はどうなっているかというと、これが地下の地層の図だそうです。事業者はボーリングの穴を掘って地下がどんなになっているかを検討して作ったと。でこの中を大深度トンネルをずっと通していくということです。で大問題なのは下の図です。下の図というのは地下の水脈、地下水帯がこう走っている。この地域というのは武蔵野台地の一番東側ですので、奥多摩の方から地下を通ってきた水がもちろんジャブジャブ来るわけじゃないんですけどね、土の中を染みてずっと東京湾の方に向かって流れてるんですけども、それがその台地の一番外れになる部分ですので、非常に水が出てきていて、ここから先にずっと低いところが出てきます。ですからこの地域っていうのは、南から行くと例えば井の頭川とか善福寺池とか、から石神池とか、そういう池が随分あるし、川もいっぱい走っています。でなぜならその地下にこれだけ水の層があるからです。この上の濃い青い部分っていうのは、浅層、浅いところの水の地下水の帯です。ですから井戸とか、家庭なんかで使う井戸なんか掘るのはこの辺りまで使っているわけです。ところがもっともっと深いところに、深層地下水という水脈がずっとあって、でこのトンネルはそこをずっと切りながら、穴を開けながらずっと通っていくと、こういう仕組みになっています。でこれも事業者によってボーリング調査によってこうなっているというふうに、そういう話が、一応まことしやかにされています。ところが問題なのは、そのボーリング調査っていうのは全然その荒っぽい、荒い隙間だらけの調査でして、本当に地下がずっとこうなっているのかなんてことは証明の限りじゃないわけです。ある部分のボーリングを取ってそこを線でつないだらこうなったという、これがこの図のからくりです。はい、どうもありがとうございました。
事業に大震度地下法というのを適用しているかというと、もともとこの地域は都市計画があって、外環道をずっと通すと、しかもその高架橋でずっと通すと、大泉から東名までというのは最初の計画だったわけです。ところが沿線の住民が、皆さんが結束して反対して、高架計画というのは一旦凍結になります。でそれが、そのままではこの外環道できないということで、あえて法律を作ったんです。大震度地下法、2012年に立法されています。でこの大震度地下法というのは、専門家を集めた審議会というところで検討議論させて、できるかどうかということを諮問したんですが、その諮問の中身というのは、無承諾無保証で通していいのかと、こういう話で、最初から無承諾無保証でやりたいけどできるかという、そういう諮問があって、専門家委員会ができるという、そういう回答をして、で法律もできることにしてしまったという、そういう中身です。当然その人の家の下を掘るわけですから、そこは土地の所有者の所有権が及んでいます。その審議会でも所有権は及ぶのかどうかという議論がされています。でその中で所有権は否定できないというのがその審議会の結論です。ただし、地表はもちろんだけども、地下の、ある程度の範囲までしか通常の人の使用は予想されてないので、それ以上深いところで、本件で定義している大震度地下、地下40メートルより深いところ、これについては、実際にはほとんど人は使わない、使っていないという、そういう実態があると。だからその部分については法律で一方的に使えることにしても、保証もいらない、同意もいらない、こんな法律を作ったわけです。でその時の国会の議論でも非常に低調でして、そういう法律が、まあ、その審議会の例えば民法の学者なんかもそれがいいんだということを言っているために、その法律が通ってしまったわけです。でその時この法律を作る目的は、一つは今の外環道、東京外環道です。もう一つはリニア新幹線です。いずれも長い距離を、その人の多く住んでいる都市の下を通すということになります。でこの2つ、この法律は東京都と神奈川県の一部というところは関東では適用対象になっていて、また名古屋周辺、それから大阪周辺、そういうところが対象になっています。まさに大都市の人がたくさん住んでいるところの下に、保証も収容手続きもしない、それから、同意も取らなくていい、こういうことで法律を作って使えるようにしたいと、その目的が先にあって、その目的に合うように法律を作る、そして憲法違反にならないかという疑問に対しては、ならないことにする、つまり人がそこを使う可能性がないことにして、その法律を合憲だというふうに言い張っているわけです。そしてもう一つは、40メートルより下のトンネルを掘っても地表部分には影響がないということを大前提にしているんです。影響があれば当然保証しなきゃいけないし、またそもそも承諾を取らなくちゃいけない。で承諾を取れない場合には土地収容法などを使ってちゃんと保証金を払って土地を収容する、こういう手続きがあるんですけども、それを使わなきゃいけないんです。でそういう法律があるのに、あえて大震度法を作ったのは、最初から申し上げたように承諾も取らなくていいし、収容手続きもしなくてもいい、まあ、保証も払わなくていいと、このことを彼らはやりたいということで作った、地方には影響がないことにして作った、そういう法律だということです。まあ、イメージ、また紙芝居であります。大震度地下っていうのはどういうところかというと、この左側が原則形態ですね。地表から40メートルより深いところ、こういうところには地下の地下室なんかもあんまり作ってないし、この深いところは大震度地下と言っていいんだと。それからもう一つ、条文があって、地下のですね、こういう杭とか建物の杭とかを打つ、その支持基盤、支持地盤っていうのがあるんですけどね、硬い地盤、そこの地盤から10メートル下は大震度地下ということにしていいということにしています。まあ、主にこの左側の例が典型例なんですけども、右側の例は、都心の方の結構大きいビルが建っているところの下を行っています。まあ、これがイメージですね。あそこで、私たちがどういう裁判をやっているかというのは、今日のレジュメ、縮小コピーをしていただいてるんですが、かなり文字が小さくなって、私でも辛いのであります。はい、はい、ですから、まあ
暗記していることをベラベラ喋った方がいいなと正直思っています。この外環道の大泉から世田谷の東名までのこの区間というのは、どういう事業かというと、東京外郭環状道路都市計画道路事業というふうに言います。でこれについて都市計画決定はもちろん、もともとあったんですけども、それを地下にできることに彼らはしてしまいました。でその上で、2014年の3月に、認可をしたわけです。認可はいくつもありまして、まずそういう都市計画道路を作るという、都市計画事業認可で、これは、承認と認可というんですけども、事業者はこれは国土交通省、それから2番目が NEXCO という東日本高速道路株式会社、3番目が中日本高速道路株式会社。でこの高速道路株式会社というのは旧道路公団ですから、結局あの役所の作ったそういう会社です。道路を、作るって言って通す会社、今の高速道路みんなそうですけどもね。でその3社で主体は国です。国土交通大臣がそのリーダーであります。でとんでもないのは、この大震度地下法というその仕組み、その大震度地下法という仕組みは、国土交通大臣が認可をすることになっている法律です。ですから、国土交通大臣が自分でやろうと思っている事業の認可を、国土交通大臣自分が下ろすという、まずもってこの構造自体が一般常識から考えたらとんでもないことだと思うんですよね。右手と左手でやるというわけですから、完全にお手盛りです。全部図面を書いて作れば OK が出るような、そんなものになってます。その対象事業は公共事業ですので、道路や鉄道ということなんですけども、地下道とか地下水、下水道や上水道などということになりますけども、いかに公共的とは言ったって、結局彼らはこれでお金を得て儲けるわけです。特にひどいのはリニアですよね。JR 東海がでお金を儲けるというその仕組みですから、一般の民間企業にこの大震度地下を無保証無承諾で使っていいという、そういう認可をするという法律です。ただあちらは事業主体は JR 東海ですけども、この外環道は事業主体は国です。ですからその国が国に認可をして、で人の家の下を勝手に掘っていいという法律を作ってしまったということです。でこの認可をするのはその大震度地下ですけども、そこで行う事業というのは都市計画事業です。さっき言った外環道事業であります。この外環道事業というのは、やはり事業主体は国と、それからあれですね、一つは東京都と、もう一つが一つは国だ、でもう一つがNEXCO2 社ですね。で国に対してはやっぱり国が承認をする、認可をする、おなじみですけども、国が国に認可を与える。それから NEXCO2 社、高速道路会社に対しては東京都が、高速道路会社に認可をする、こういう仕組みです。全部彼らのお手盛りでやっているわけです。そこでこの認可などがされたのが2014年でありました。3月でありました。それに対して地元の反対運動をしている方々が1000人規模で、この事業認可に対して、取り消しの採決を求めるという形で行政不服審査手続きを行って、そこから約2年半ぐらいでしょうか、その手続きをやってました。でしかしその手続きも次々却下されて、行政がやるわけですから却下をしたんですけども、そこで住民の皆さんはこのまま容認できないということで訴訟に訴えるという形で行政訴訟を起こすことになりました。こういう行政処分に対して、認可という処分に対してこれを取り消せという訴訟は民事訴訟ではできません。行政訴訟という形でその処分を取り消せと、違法だという形で裁判所に訴え出るというのは最後の手段ということになったわけです。そこでこの裁判自体を起こすことになったわけです。その経過がここに細かく書いてあるんですけども、ちょっと私自身もよく読めないんだが、ちょっと待ってね。2017年12月18日に訴えを起こしました。東京地方裁判所になります。そこに訴えを起こして、この2つの認可、それから大震度地下使用認可全部取り消せと、しかも大震度地下使用はこの大震度法自体が憲法違反で無効だということで、無効確認ということも一緒に訴えて、
無効だ、取り消せという裁判を起こして、今そこから、ほぼ2年、ちょうど2年ほど裁判をやってきています。裁判の法廷は3ヶ月に1回くらいですけど、合計今まで7回の法廷が開かれようとしています。今度は12月の12日の午後2時半からとなります。東京地裁の103号というでかい法廷で開くということになります。11日だ、12日だよね、9時半、ね、1時半ね、ごめんなさい、1時半であります。はい、東京地裁103号法廷、大きい法廷ですので、ぜひご覧にいただけると実感が湧くんじゃないかと思います。でそこで、私たちが訴えている一番の理由は、まず大震度法が憲法違反だと。で無承諾無保証というその前提に立っているのは地表に影響がないとか、そういうことを大前提にしているわけです。しかしこの振動マシンでトンネルを掘っていけば、さまざまな問題が起きるだろうということが予想されています。じゃあ今度はこれにしましょう。今からお見せするのは、これは国が、事業者が、この事業者である国とかネクストたちが専門家を組織して、トンネル施工等検討委員会という、その委員会を自分たちで作ってるんですよ。この大きな事業をやっていくのに、うまくやるにはどうしたらいいかといって、トンネル施工等検討委員会、そこが作った資料です。でどういうことが起きるかというのは分かりやすく書いてあるんですね。彼ら自身がもう認めてるわけです。地下にこういう構造物を作ると。で本件の場合は建物じゃなくて道路ですから、これが前後にですね、合計 16km にわたってこの太いパイプが、地下の中にできるわけです。そうするとどうなるかというと、先ほど言ったように水が、特に大震度部分でも地下水が流れている位置がありますので、そこにこれができてしまうと、そこがこう壁になってしまって水がせき止められてしまうということが起きます。そうすると上流の側では水が溜まってきて全体に水位が上がります。そうすると地表にある木なんかが根腐れを起こしたり、それから地下の構造物が浮いてしまったりということが起きます。そしてもちろんその地盤も隆起したりもしかねません。で下流の方に行くと今度水位が落ちますので、こっちは水が行かなくなると落ちるので、地盤沈下が起きたり井戸枯れが起きたりということが可能性がありますということはちゃんと書いてあるのです。でこれが大問題で、地表には住宅がいっぱい建ってますから、その部分が地盤沈下や隆起を起こしたり、それから植物などが枯れたり、それから先ほど申し上げたように井の頭池をはじめさまざまな池や河川がありますから、池が枯れるということも十分あり得る話です。彼らが想定している話です。ですからこういうことが起きる、結局地表にはそういう影響が出ると、はい、どうもありがとうございます。そういう地表に影響が出るということはもうほぼ見通せるわけですので、そういう意味では大震度法が承諾なしで使っていいというね、法律を作ったこと自体が、想定自体が崩れているのです。もう前提が憲法の、まあ、合憲適合的な法律だという理論の前提条件がもう崩れている。そういう中でこの大震度法の適用をして地下トンネルを掘っているということは違法だと、憲法違反だと、この法律自体は憲法違反だという形で訴えているわけです。それで、公共事業のために土地の使用、まあ、今はもう土地収用法ってありますけども、土地収用法を使って収用するという方法論はなくはないのです。もし本当に公共性があって適法な手続きを取っていって、その場合しかしちゃんと保証しなきゃいけない。でそういう地表に影響があるとなれば、地表の利用率、利用制限がいろいろ起きますと、そのことに対して保証しなきゃいけない。保証は正当な保証ということになってますから、憲法上ですから、その土地の公用が 25% 落ちたら、 25% 分のお金をその土地の所有者に払わなきゃいけないということに当然なります。そしてそれを任意に、本人が自発的に同意しないとなれば、土地収用法を適用して収用委員会で土地の鑑定をしたり、そういうことをやって費用を決めてお金を払いますという手続きをちゃんとやらなきゃいけないのに、これ全部吹っ飛ばしてこの法律は使うことになっています。ですからその地方に土地の所有権を持っている人にとっては、
財産権が一方的に奪われるという内容になるわけです。彼らはこの法律の中に保証という言葉を入れて、いかにも保証するように書いてあります。しかしその保証というのは、もし損失が生じた場合には申し出てくれと、保証請求できると書いてある。損失が生じてお金を払うのは保証ではありません。賠償です。損害賠償で、保証というのはその所有権を使ったり、そこに権利を設定することによる対価をちゃんと払って、その人が、土地の所有権の価格から減額になってしまう金額をちゃんと埋めるという意味が、これは保証です。これをしなければ人の財産を勝手に奪うことになりますからね。でそれは保証、つまり彼が言っている保証は保証ではない。法律には保証という言葉が書いてあるので、国の方はちゃんと保証はしますと言って、多くの人はごまかされかねません。新聞記者の人からもそういう話を聞きました。今の説明をしたらやっと分かったと言って、そんな話は国が説明してくれなかったと、こう言っています。まさに、その土地を掘って、で損害を負わせたら賠償する。でもっとひどいのが、じゃあその彼らが言っている保証ですね、賠償請求なんですけども、損失が発生した場合に賠償請求できる、保証請求できると書いてあるけど、なんとそれはこの大震度認可をした時から1年という法律になっています。1年じゃもう何が起きてももう保証なんか間に合わない話です。もうとっくに1年経っています。ですが彼らはそうやって、地表に影響はないという建前を通して、だから保証する必要もないんだということで作っているわけです。ですからこの大震度地下、今回使われる土地の地表の人たちはもはやその大震度法による保証っていうのは受けられない。事業者の説明員は受けられるなんて言ってますけども、法律上は受けられないことになってます。ですからもちろん、しかしそれでも損害が発生すれば損害賠償請求はできるでしょう。でそれは損害が発生した時から3年間、これはなんと民法で請求できると私は思います。しかしその立証責任は土地の所有者に来ます。ですからその自分たちで因果関係を全部立証しなければ賠償も受けられない、そんな話です。地下40メートル掘って地表に影響が出たって言ったことを立証を果たして我々ができるだろうかという話です。そんなようなこの法律の極めて身勝手な中身になっています。はい。そして、この実際にもう東名高速の側からは大震度トンネルを掘り始めています。で掘り始める中で何が起きているかっていうと、地表に影響はないはずなのに実はいろんな影響が出てきています。世田谷の野川っていう川で、ある日住民の人が歩いていたら川の真ん中から、気体が噴き出していたということが分かりました。で噴き出し方っていうのは事業者の方は気泡なんて言ってますけども、泡がプクプク出てるわけじゃ全然ありません。まさにジェットバスのように空気がブクブク吹き出して、川面に出ていたわけです。しかもそれは川だから分かったのです。水面がブクブク言ってるから。この空気は地下40メートルから来てますので、事業者はそのことを認めてます。地下40メートルの掘削現場から上がってきたものだと。そうすると空気ですからどこから出ても分からないわけです。たまたま水面だから分かっただけの話ですから、どこだか分からない。しかもその空気を採取してみたら、極めてひどい酸欠空気が出ていました。酸素濃度 1.4% から 6% ぐらい。普通酸素濃度っていうのは空気中は 21% あるのです。で、密閉した部屋で、酸素濃度の低い空気を吸わされた人は死にます。もう 18% まで下がったらもう退避しなきゃいけない危険水域で、それ以上下がったら意識を失い、で 14% ぐらいでももう人は死にます。でそういう空気がその川面から出ていたという話です。でこれに対して住民の人たちから事業者の方に、国の方に問題を追及して質問をかけたり説明を求めたりしたけども、彼らの答えは出た空気は大気の中に薄まるから心配ない、これが彼らの答えです。しかし住民の人たちが心配しているのは、まさに地下室とか下水道とか、そういう密閉した空間に空気が入ってきたら
そこだけで酸欠空気がたまるわけです。酸欠空気事故っていうのはそういう場所で起きているのです。その辺の大気と触れてる、普通の街の中で起きるわけじゃありません。ですからそういうところ、地下室のある家とか、あとは大きな井戸のある家とか、そういうところはもしかしたら空気、酸欠空気が来ている可能性もないわけじゃないということが大問題で、結局これも地表に全部影響があったということを示しています。で、このようなトンネルを作るのに、またもう一つ大問題がありまして、先ほど言いましたように地表から降りてくるランプウェイトンネルと外環道本線トンネルをどっかでつなげなきゃいけないわけですよ、ね、つまり高速道路の導入部、導入路といいますか、そういう 合流部分、これを作んなきゃいけないわけです。で、これも本線が大震度地下にあるものだから、上から掘っていって作ることが非常に困難です。はっきり言って人の住宅地の下で作る場合には不可能です。しかしつなげなきゃいけない。で、どうやるかというと、離れたところから上からだんだん斜めに掘っていって、でそして地下40メートルで平行させて、でそこでつなげるという、そういう工事をやろうというわけです。で、多くの高速道路では実際そういう工事をやっています。方法論としてはないわけじゃないんです。これが普通に、高速道路とランプウェイトンネルをつなぐ方法です。本線とランプウェイトンネルを並べて並行させて、並行させた上でこの中のセグメントというワッパを外して横につなぐという形で大きなトンネルにするというのが一般的な方法です。はい、ありがとうございます。ところがこの方法でいくつか事故が起きています。中央環状線、首都高速の中央環状品川線、五反田あたりで、この工事をちょうどやってた部分で、地下で出水事故が起きました。結局その地下の土のコントロールが難しいもんだから穴が開いたんでしょう。で、そしてその出水事故が起きたために、その地表部分まで穴が開きました。で、出水事故が起きるときはさすがにその作業員が分かったので脱出したんですけども、地表部分に穴が開いたのは3時間後です。朝午前5時に出水事故が起きて、午前8時に上に穴が開きました。で、このたまたまその穴というのは道路の上だったもんですから、しかもたまたま車が通ってなかったから穴だけで済んだのです。5メートル四方ぐらいの穴が開いたそうです。で、そういう首都高でも事故が起きていて、で、この方法はやはり危険だと、特に住宅地の下でこれをやって穴が開いたら大変な事故になります。そこで先ほど言ったトンネル施工等検討委員会の方が、見直しを始めたわけです。この方法ではまずいということで、そこでトンネル施工等検討委員会は考えたのはこのまん丸の大きいトンネルです。重大候補はこの下の方ですね。例えばこれは横浜環状北線、これは中央環状品川線、さっき言ったように大きな本線トンネルと小さいトンネルを掘って中でつなげる。でもこれで行きなさいというのがトンネル施工検討委員会の結論です。こういうの危ないので、まん丸の直径30メートル以上の大きいトンネルを作って、その中に2本のトンネルを通せば安全に工事ができると、これがトンネル施工等検討委員会の結論であります。で、この結論は2014年の5月6月頃にこの検討委員会は取りまとめをして結論を出しています。しかしそこに至るまでにもう2年ほど検討しているわけです。で、前の方法はダメだということで、しかしこの事業者たち、そして国は2014年の3月にはもうこの方法で行くしかないと分かっているのに、重大工法で行くようなことを言って認可申請をして、国はそれを認可してしまいました。で、従来の工法でしたらだいたい5年ぐらい1箇所5年ぐらいかければできるという、そんな計算が立っています。実際にそういう施工でもあります。しかしこのさっき言ったようなまん丸トンネルなんていうのはやったことがない工事です。しかもどうやって地下にこのまん丸の直径30メートルの巨大トンネルを作るのか、この巨大トンネルを掘るシールドマシンもありません。
シールドマシンは日本最大でも16メートルとか17メートルの直径ですから、30メートルのシールドマシンなんてないのです。で、30メートルのシールドマシンなんてとても作れない、ましては掘れないですから、どうやって作るのか工法自体はっきりしません。しかしこの方法になるということで、さらに国の方は都市計画の道路用地を拡張する、認可をしました。でそれについても取り消し訴訟を追加して起こしましたけども、つまりその認可自体が極めてデタラメです。都市計画事業の認可をするときには施行期間を定めなきゃいけないと書いてあります。何年何月から何年何月何日から何年何月何日までという施行期間を決めなきゃいけない。これはなぜかというと、その施行期間行っている期間中は地表の所有権が制限されるからです。都市計画法ではですから、厳密に期間を定めて認可をしなきゃいけないんです。ところがこういう方法になったわけで、じゃあどれだけ時間かかるか分かったもんじゃないにもかかわらず、できることにして認可申請を国はしました。これはオリンピックの翌年、2021年の3月までにできるというふうに、彼らの認可書には書いてあります。でもその根拠は全くないんです。で、彼ら自身がこの工事は世界最大級の難工事だと自分で言ってます。こういう書類に書いてあるんです。あ、さっきのこの書類ね、これは作ったのはやはりトンネル等検討委員会ですけども、この左端に、世界最大級の規模、そして彼らの自分で報告書書いてるには世界最大の難工事、最大どころかやったこともないわけですから、難工事かどうかさえわかんないんですよ。ですからそもそもできるかどうかも全然わかんない、またどれくらい難工事なのかもわからない。世界最大っていうとね、なんかとても大変な工事に聞こえるでしょ。でもそもそも比較するものがないんですから、そんなもうレベルの話じゃない、想像もつかない。そしてまた費用の方も想像もつかない費用がかかるんじゃないかと言われています。私の方で、素人の計算をしまして、掘削の土、掘り出す土の量だけ計算しても従来工法の2倍から3倍ぐらいの工費がかかります。ですからこんなどんな工事やっていいか分かんないのに、どうやってそこまで行くのかということが大問題です。で、彼らはゼネコン発射にいろんな工事方法を検討させました。これが彼らの、一つの絵なんですが、これ漫画です。こんな風にすればできるんだろうという話なんですが、じゃあそこまでどうやって行って、じゃあどうやって掘るのという話で、手掘りするのかという話、これはありえない話、そんな危険な話はないです。直径30メートルの穴を手掘りで掘ったらどれだけ崩れが来るか分かったもんじゃない。シールドマシンだからまだね、掘りながら輪っかをはめながらまだ進めるけど、これを手掘りでやれって言ったらやる人いなくなると思いますね。私はこれ労基署が禁止すると思います。当然労基署に届けますから。ですからそんなことしかまだ考えられてない。で、今でも工事方法は未定です。この事業者たちは、昨年の1月に、今年の1月に、じゃあこの工事方法も含めて設計業務をやってくれという発注をしました。入札で発注したんですけども、やれるところどこもないんです。とにかくやる方法も含めて、入札に応じてくれと言って一応2社決めたんですよね。で、2社決めたんだけどもできるかどうかは分かりません。で、その設計業務が来年の4月末までということになっています。ですからその4月末っていうのも、4月末までにできなかったらもうその先見通しつかないから、制限、その期限を決めてるだけの話、結果としてできませんという結論が出るかもしれません。その入札の要項書を私も読みましたけども、この工事の成立の可否、成否も含めて検討書と書いてある。つまりできるかできないかも含めて検討書と書いてある。こんなことをこの大震と地下の 外観トンネルと地表をつなぐランプウェイでやろうとしているわけです。もしかしたらできないかもしれない。まあできない時はどうするんでしょうかというのはあるんですけども、彼らはそんなことをやっています。で、結局これ何のために作っているのかということが根本的に問われます。彼らは環状8号線の道路渋滞がひどいと、先ほどの図面でありましたように並行して環状8号線が走ってるんですよね。その環状8号線が以前から渋滞がひどい、このすぐ南側を環状8号線が走ってるんですけども、
渋滞ひどいということで、これをバイパスにしようというのが大元の計画だと言われています。しかし環状8号線、最近交通量だいぶ減ってきまして、本当にこれだけの金とリスクをかけてやる必要があるのかという、まさにこの事業に公共性があるのかという議論も今新しく起きてきています。で、最近の道路交通量のアセスを見てもですね、交通量減っているという統計が出ています。まあ、人口が、ね、減り、また、産業の衰退も進んでいる日本で、果たしてこのトンネル必要なのかという議論があります。それから併せてこのができる前に、先ほど言いましたように、環状7号線、環状6号線だ、山手通りの下、首都高速中央環状線が完成しまして、走れるようになりました。それからこれは反対運動もあって、押し切られて残念ではあったんだけども、圏央道というね、高尾山の方から海老名の方まで行く、それもできてしまいました。しかしそれによって車の流量もだいぶ変わったのです。ということで、この大震度地下を走らせるトンネルがいるのかという大問題も起きています。そしてこの予算も、もう1兆円規模の予算ですから、でこういうものがこのジャンクションなり、それからランプウェイトンネルなりで、ね、またまたどれだけ費用がいくかかわかりません。多分1箇所について1000億は軽く超える費用がかかるだろうと予想されています。あ、どうもありがとうございました。ですので、こういうトンネルの工事方法自体も問題で、先ほど言ったように、シールドマシンで掘るだけだってさまざまな異変が起きています。それからじゃあ手掘りしたらって言ったら、今度は手掘りすると博多の駅前のような大陥没事故が起きています。それでどうするかっていう方法論が今もない。ですから危険なのはシールドマシンで掘るとか、もちろんそういう危険性がありますけども、この地下拡幅部という合流部を作る工事はもっと何が起きるかわからない、そんな工事をやろうとしているというわけで、こんな違法なこと、地表の人々の生活、財産、自然の身体に害を及ぼしかねないものは、そもそも事業として公共性を否定すべきだという議論も立てています。ですので、この裁判所の方ですでにこの外環道本線の裁判も2年経ちましたけれども、まだまだ議論が出てきています。その議論をもっとやっていかなければいけない状態に今なっているところであります。それはですね、2017年8月の朝日新聞なんですが、これは横浜環状北線といって、第三京浜とそれから湾岸地域を結ぶ首都高速の高速道路工事が行われたんですが、ここで地盤沈下が起きたという事件がありました。この地盤沈下が起きる原因は、まさにその導入路、出入り口を作る場所で起きたと。しかもそのすぐ場所の上で起きたんじゃなくて、400メートルぐらい離れた先で、この地盤沈下が起きたというふうに言われています。つまりこの地下にトンネルを作ったりして、水の水位が変わることによる影響はそこだけとは限らない。この事例では400メートルも離れたところで地盤沈下が起きた、13センチの地盤沈下が起きたって言ってますけども、結局もう家の基礎から下に13センチも落ちる、そういう事態が起きています。ですからこの危険性、問題性というのは、地権者、その土地の所有者だけの問題じゃなくて、その周辺に住んでいる住民、かなり多くの住民の、まず財産、生命、身体に対する危険というのがあるということを特に意識しなければなりません。ですからこのような事業をこのまま進めさせてはいけないということなんですが、なかなか民事訴訟でこれを止めるという手段は難しいです。民事訴訟ですと不法行為とかね、人格権とか居住権とか、そういうものに基づいて訴訟を起こすんですけども、かなりそれはこちら側から危険性の論証、立証が要求されます。よほど明確なものにならないと裁判所は止めるという決定を出してくれません。裁判所は止めろという差し止め請求訴訟を起こしても、それを却下するという形で全部押し潰していくのが今の裁判所です。裁判所は決して、住民の味方ではありません。また司法は行政や日本に対してチェックする仕事をしていません。私がよく言うけども、
三権分立という言葉があるけども、これは空文ですよと、フィクションですよと、実際の三権一体、役割分担、権力は一個です、そこは役割を分担しているだけだというのは実態です。特に司法が悪くて、司法は行政や立法の味方をします。で、裁判官たちはよっぽど明白な違法、危険、そういうものがなければ、止めようとか、取り消しとかする気はない、これは裁判所の実態で、結局行政や立法を下で支えているのは裁判所。じゃあそうしたら裁判やってもしょうがないじゃないかと言われちゃうかもしれないけども、かなりそういう傾向はあるんですが、しかし裁判という場を私たちは利用して、この実態を世の中に明らかにして、土俵は裁判所の外、裁判所の中だけが法廷ではないというふうに訴えています。世の中に訴えて、こういう危険なものは作るな、人によってはこんなに国の予算を無駄に使うことにはやめろと、そんな危険なことにお金を使うのはやめろと、こういう世論を喚起している、そういうところに、勝負どころはあると考えて、私たちは裁判をやって、原告の皆さんもそういうつもりで、裁判を戦っています。ですからそういうふうにしないとこの世の中はとても動いていかない。しかし司法の独立とかね、三権分立はフィクションだけど建前ですからね、彼らはそこを自己否定はできないんですよ。で、裁判所は行政味方だなんて露骨に言っちゃいけないことになって判決で結果として認めるみたいなことをやってるけどもね、ですからそこにこっちは付け入って付け込んで、裁判所に公正な裁判を求めるというね、そういう動きをして、で裁判所でオープンにしたことは世の中に全部オープンできますので、守秘義務とかね、企業秘密とか関係ないんですから、裁判所で明らかにしたことは表に出せるという形で、表へという形で、運動を巻き起こして、やっていきたいと考えてやっています。こういう裁判は行政訴訟の場合実に多いんですけどね、しかし私たちの行政訴訟という手段を使うところにはもう一つ目的があって、行政訴訟っていうのはね、行政処分が違法だったら取り消しなんです。オールはナッシングなんです。ですから行政にとっては、ほとんど行政が勝ち目が多いと思ってるけど、もし負けた場合にはゼロになってしまう、これは行政にとっては致命的な話です。さっき言いましたように小田急線の、ね、訴訟で一審だけでも取り消しって判決が出たでしょう。あれは非常に大きな影響がありましたよね。ですから行政にとってはこの言ってることが非常に正論で筋道立ってて論証されていて、裁判所ももしかしたら取り消しの判決を出してしまうかもしれない、そういうように追い込んでいく、このことによって国に、違法なまた無益なことをやめさせるという、そういう動きを作っていくということが大きな 大戦略になっています。ですから裁判所にいい判決を書いてくれと言ってますけども、あいつはいい判決書くわけないんです。ですから国が事業者がこの事業をやっても無理だと諦めさせるように、運動を作り裁判所にも追い込んでいくというのは私たちの戦略です。いろんな弁護士や弁護団がいると思うけども、少なくともこの東京外環道訴訟の弁護団はそういうふうにこの運動を構築しています。ですから多くの人がこの違法な事業に着目していただいて、でこのことを人から人へ伝えていっていただければと非常に強く考えております。はい、それで、だいたいお話はこのレジュメを全部読んでいくととても1時間で済まないんですけども、そういうことが書いてありますできましたら拡大コピーをしてコンビニで、そしてじっくり読んでいただくと今日のお話が、あ、これ消し箱なかったんですよ、裏表にコピーするよ、はい、それで今日のねじめのですね、一番尻尾に図面をつけておきました。この一番最後の図面ですけども、これも事業者が作った図面です。先ほど言いましたように野川で、水面に空気の泡が噴き出したという、そういう事故があったわけです。このことを彼らは調べてですね、当然こっちも調べて原因を明らかにしろと住民の方からは訴えてます。裁判でも要求しています。その結果出てきたのが、この一番右ページの一番下の図を見ると2つの、ね、丸いトンネルを掘ってますよね。これはシールドマシンのトンネルです。でその先端部分で、彼らはね、
シェービングクリームを使ってるって言うんですよ。あの、まあ、シェービングクリームってのは例えですけどね。あの、まあ、潤滑剤。それで、シールドマシンの円盤のカッターをグリグリ回して、引っかからないようにしながらやっていくと。で、その泡がですね、地上にこう伝って上がってきてしまって、最後地表の層にたどり着いて、それが横に移動して川の水面から出たんだと、こういう話ですが、とてもこんなストーリー信じがたいです。そもそも地表、あの地面の下には地層がありますけども、まあ、砂の層だったり礫の層だったりあるわけだから、当然空気はどこからでもね上に伝わってくるわけです。それで地下の深いところで、発生した空気は、地下の大きな気圧で圧迫されてますので、圧縮されてます。それが上がってくると膨らむ圧力になってどんどん上に上がってくるというのは彼らの説明です。で、彼らの説明ではたまたまボーリングを過去にやった穴が一本通っていて、そこにその空気が入って地表に近くに上がってきて、そして地表に来たところで上が塞がっているものですから横へ伝わって川に出たっていうんですけども、川に出るまで結構距離がありますよね、これ見ると。ですからこの話全然信用できないんです。で、私たちの推測はもうその地下の空気はさまざまなルートを通じて、まあ、隙間、地中の隙間を通じて上に上がってきていると考えています。で、彼らのこの論法でいくとですね、空気は自然に上がってきて自然に横に伝わるんですから、あんまり気圧圧力はないのではないかと思うんですけども、実際に出てる映像を見れば一目瞭然で大変な強い圧力が加わってますから、地下から直接の圧力が上まで来ていると思わざるを得ません。で、そういうことはこの一箇所だけではなく、つい最近もこの8月の半ばぐらいに、今度はあの大泉ジャンクションの方からシールドマシンを掘り始めたわけです。掘り始めたらもうすぐに大泉ジャンクションのすぐ近くにある志田港川っていう川があるんですけども、やっぱり川です。その川の護岸の隙間から水があるところに空気が漏れていたということが、これは事業者によって発見されました。事業者は私たちが見てるの知ってますから、さすがに隠せないんでしょうね。特にやっぱり水を通ってくると泡が出るので見えるんですね。ですから、そしてこの彼らの今度の説明は何て説明してるかというと、護岸工事をした時に掘ってこの隙間ができたと、隙間ができたところにその地下からの空気が通って、そして護岸壁の隙間から川の方に出たと、こう言ってるわけです。これ言っちゃおしまいです。そんな工事なんてのはどこにでもあるわけですから、さっきのボーリングの説明ならまだマシですよね。ボーリング工はそんなたくさんあるわけじゃないので。しかし護岸工事のようなこう地下をこう掘る、そんな掘削するような工事はいくらでもあります。そうするといくどんな場所でもそういう工事をやったところはこの空気が伝わってくる可能性があるということです。そしてその空気自体は、地方に出た時にはわずか 7% という低酸素の空気でありました。でもちろんその空気は、大気に混ざるとまっすぐ希釈されますから、すぐに 20% ぐらいになるんでしょう。しかし私たちが言っている危険性というのは、そこでその空気を吸うという危険性を言っているんじゃないのです。で、裁判でもその危険性じゃなくて地下空間や地下室にもう溜まった場合の危険とはないのかという質問をしているんですが、国はそれをはぐらかします。大気と混ざるから心配ない、これしか答えない。で、こちら言っている論点はそこではないということをいくら言っても彼らはもうごまかしようがないんですね。開き直りです。で、かつて野川の事故が起きた時に、気泡が起きた時に、他のところを工事する時には圧力を調整したり、いろいろ調整しながらやるから安全なようにやりますと言ってたんです。言ってても反対側の大泉の方で掘り始めたのすぐここで起きている。ですからこの問題、地下40メートルのものだって地表に影響が出る。で、この志田港川自体はまだ本線トンネルを地表からだんだん下ろしていくところなので、地下10メートルのところにあります。でも地下10メートルのところがあってもすぐに地表に出てくる、同じ構造です。結局地盤っていうのはもうカチカチの硬い地盤ばかりではないので、
入り隙間のある地盤があればそれはいくらでも上がってくるというのがこの2つの事例で証明されているわけです。ですからそういう危険性を問題にしているのであって、だからこの地表には影響がないという大前提でできている打診の方は間違いだと、憲法違反だという形で訴えて、この打診の方を無効という宣言を、ね、出させたいと思って進めています。しかしさっき言いましたように裁判所は無効だと、裁判所は法律を無効だなんていうのは滅多にないですから、しかし多くの市民住民があんな法律はもう憲法違反の無効だともう確信を持つこと、これによってこの法律は無効化していけると考えています。こんな法律を適用した工事はするなという世論の声が説得力を持つと思っています。そういう形でこの訴訟を進めていきます。で、同じような訴訟を私たちはもう一つやっていまして、先ほど最初言いましたように5年前からこの事業の中でね、一箇所高速道路とつながってないインターチェンジがあるんです。場所は練馬区の関町というところで、あ、ごめんなさい、またごめんなさいね。はい、この大泉ジャンクションは高速道路とつながってますけども、中央高速は高速とつながってますけども、真ん中あたりに、上石寺という駅があるんですよね。上石寺の駅のすぐ南側で、青梅街道という道路があって、そこから大きなインターチェンジを作って地下に下ろしていくと、これです。これは高速道路とつながってないんですけども、当時の練馬区長の強い要求で練馬区にもインターチェンジ作ってくれと練馬区長が、岩見区長が言ったそうです。で、練馬区としてはインターチェンジ作らないとこの事業には賛成しないと岩見区長は恫喝したそうです。で、国は実はもともとこのインターチェンジは計画にはなかったんです。つまり大変な工事ですから、なしで通すつもりだったのに岩見区長の声でできることになってしまいました。しかし南側の杉並区側にはできていません。杉並区長が当時は住民のアンケートをやって、いらない、やめてくれという声が大きかったんで、杉並区としてはその住民の声に押されてインターチェンジ反対しました。よって片方だけのインターチェンジになってます。ここから入っていっても大泉関越の方にしか行けない、東名の方に行けない、そんなインターチェンジが残ったわけです。でここの地域の住民から、この地域は特に地表部に口を開けますので、その地表部の人たちが自分の土地が取られてしまうということから原告になって、でまたそのすぐ真横の人たちも原告になってですね、この取り消し訴訟を起こしています。そちらが外環道本線訴訟でも3年先に進んでるんですけども、同じ議論を今ほぼ同じところまで到達してきています。でこれも全く無用な、しかもお金ばっかりかかる、さらに工事方法もどうなるかわからないという形で追い詰めていまして、国の方は今どう対応するかということを試案中だと思われます。地元の人たちの結束で土地は売らないと、その事業地の土地は売らないという結束をしまして、ほぼ 100所帯ぐらいあるところのうち40所帯が結束して売らないという意思表示をして、戦っていますという形で、この地域では土地の買収がまだあまり進んでないということもありますけども、いよいよこれ以上強行できないという形に今追い込みつつあるところになります。そして、この事業全体が2021年3月末までしか認可を取っていません。ですからこのまま放っておいたら、2021年3月31日で認可切れで本当はもう事業できなくなってしまうわけです。ですから彼らはこういう時には何するかというと、施行期間の延長認可申請をします。小田急ではそうしました。3回ぐらい延長しています。でここでも延長認可申請するでしょう。で問題はその延長認可申請する時がこちらも勝負どころで、つまりいつできるか確証がない事業じゃないかと、これも今ずっと言ってますので、またやるのかということで、差し止め訴訟を起こしていこうと、認可の差し止め訴訟ですから、もうこの認可延長するのはやめろと、先行きがどうなのか分からないという形で、訴えていこうと。でもちろんそれまでには、ね、トンネルもある程度掘られてしまいますけども、まあ、そこについてはこの事業を止めることができればちゃんと埋め戻せと言っているのですよ。
この梅干し作業はすごい大変な、とてつもない大変な作業だと思います。現状回復しろと、でそうやってやるぞと言って国を今脅しております。そういうことになって、これから先、もうこの事業もう下手に潰れたらもう大変な損害ですよということで、もう今のうち被害が大きくなる前にやめろという形で、追い込んでいきつつあります。というんで地元の皆さんも戦いをますます強めて、もうやめろという形に持っていきたい。で実際この外環道でもさっき言ったように自動車の量も減ってますし、必要性どんどん落ちてます。はい、で裁判所っていうところはね、これ必要じゃないかっていうと、もう違法でも何でも OK って判決出しますけども、必要ないんじゃないかというふうに思わせること、これも裁判を有利に進めるには大事な話です。これだけ違法なこと、費用、実際技術的には無理なことをもうやらなくてもいい、必要性ないんだとなれば、裁判所も安心してその時には取り消し判決を出すかもしれない。またそうでなくても多くの人たちがもうこんな道路はいらないでしょうという、そういう訴えが説得力を持つだろうと思っています。今そういうところに差し掛かってきています。最近、につい最近の交通量調査は結果を見たら減ってきています。それまでは新潟内だったんですよ。今回出たやつはね、新潟下がってますんで、それも示して、それだからその2014年の認可が違法って話はなりませんけども、その時はその時で新潟上がりだと彼ら予想してましたから、必要性はあったと言ってるんでしょうけども、今必要なくなってきてるんですよという話。これはもうね、法律論じゃなくてまさに社会経済論ですね。財政の面からも今度無駄はやめろというふうに訴えていきたいと思っています。はい、それでは最後になりますけども、先ほど言いました野川の水面に出ている気泡なるものをぜひご覧いただきたいと思います。どんなものか今から上映させていただきます。ではお願いします。これは野川にかかっている大正橋という橋なんですけども、これは大正橋の下流になります。川は向こうに流れています。これは魚です。カッパラともっと上です。あれあれ、すごいでしょ。これをね、事業者は気泡と言ってるんですけども、ジェットバスですよね。大変な圧力で1分間に何十リットルも噴出、これをずっと何日も出続けたわけです。今は止まってます。この下をシードマシンが行っちゃったら止まりました。もう一つあります。これはまた別の箇所になります。やっぱり野川ですから、そういうので基準値がありますが、それについては、まあ、今回も今日発生している箇所周辺で調べまして、問題が起きてないというのを考えますけど、これまでの装置とは用の合わせと比べて変化はあるんですか。これは確かにジャグジーバスで言ってますから、ちょうどこの場所ですね、そういう調査というのは私もこういう形で複数の隙間を通って出してるわけです。ここじゃなくてもちょっと離れた感じで、この前後にはあんまりないんですよね。事業者の言ったように横を伝わって越えたことあったんだって言ったら、もっと何箇所も出てもおかしくないけど、これはもう下からまっすぐ来てるとしか思えません。でこの映像は裁判所でも上映しました。はい、法廷で裁判官も傍聴もみんな見ていただきました。まあ、そういう形でこれが地下室に入ってたら、まあ、あっという間に酸欠空気の部屋になってしまうでしょう。そこへ知らずに入ったら非常に危険です。ですから、あんまりね、住民の皆さん落としたくはないけども、まあ、全部そのあたり言うわけじゃないですけども、警戒、注意しないといけないと思っています。まあ、これをもちまして、今日の講演を終了させていただきます。今まで私もやもやとしたのがよく分かりましたので、残念だったのは私裏側からしか見られなかったのちょっと。VTR とかを、レジュメと一緒に私のブログに掲載しますので、
字のちっちゃいネズミはそのブログに載ってるのは正常な大きさのネズミで撮れるようになります。今の絵は PDF になってますので。あ、そうです。あ、送っていただいたらそれも貼り付けて、はい、あのブログで、あのご報告。一通りのことで、まあ、あんなにあの国名にあの立体的ではないんですが、あの一通りのことがこの本に書いてあります。でこれも私たちが一生懸命いろんなデータを持ち合いながら、編集して、まあ、あの書くのが得意な方に書いていただいた本なんですが、住宅の真下に巨大トンネルはいらないということの、まあ、あの本です。でこれぜひですねご一読いただければ。さっきあそこのなんか喫茶店みたいな古本屋さんでお茶出してくれる店ありますね。あそこへちょっと入ったらですね買ってくれました。これからポンポコ社さんに行ってやるんだって言ったら買ってくれましてですね、もう僕売るのが下手なんですけどね、本当にねそういう僕にでもあのぜひ一冊って言ってあの、販売してまいりました。でこれ、今日持ってきておりますし、それから支える会の裁判の支える会のですね事務局長が今日はわざわざ来てくれてるんだよね。だから、まあ、彼のためにもですね、情熱に対してもですね、ぜひ、一冊でもお買い求めいただければと思います。あと、まあ、あの新しい次の、まあ、裁判のニュースなどもありますので、まあ、揃えているものはそのぐらいです。まあ、じゃあちょっとこの時間利用して、あの宣伝です。すみません。それでは今から30分ぐらいですね、今度はあの今の、外環道の法律的なお話を受けて、市民の動きですね、これ中心に、世田谷にお住まいの金子秀人さんという、ね、あの方にお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。いや、まあ、拍手していただこうと思うんですけど金子秀人と申します。あの生まれも育ちも世田谷です。したがってこの外環道の沿線の非常に今重要なポイントである東名ジャンクションなんかを抱える、場所に生まれ育ったと言っても、まあ、ちょっと離れてるんですが、まあまあ、世田谷ですね、なんですが、まあ、大体道路ってこう長いんですよね、構造的にも。だから道路の話をするとですね、どうしても長くなっちゃうんですよね。これがやっぱり一番難しいところで、ところが、いや、これ本当に今日は真面目な話、あの竹内先生があれだけあのポイントを押さえてですね、立体的に紹介してくださったんですが、この 16km ある長さのものの、住民たちが一体どうなってるかっていう話を一体どうやってやったらいいかいいと思いますか。これ僕にもいいアイデアがあるわけではないんですが、16キロですから、世田谷、それから、狛江、杉並、三鷹、調布、それから武蔵野市、杉並、そして練馬と、これだけの範囲の長さの中で住民がどうやってこれ対応するか、本来なら対応のしようはないんですね。これあのそこに3000件ぐらいは移転したり壊されたり追い出されたりしなきゃいけない人もいるわけですから、そういう中で住民がどうまとまるかっていうことがやっぱり一つの大きなポイントになるんですが、まあ種明かししちゃいますと、まあ、あの行政も含めた、まあ、こう一つの作戦ではあったんですが、地域課題検討会っていうものがありましてね、各市区にいろんなその、まあ、協議会を作ったんですね。ただその協議会に入るためには賛成でも反対でもなくという一冊を入れなければいけなかったんです。これずるいですよね、これは。で悩みました、みんな。志を持ってる人はみんな悩みました。じゃないと行かないと情報が入ってこないんですね。で現実にそれ やらなかった地域もあります。やっぱりそこは情報が非常に薄くなってました。そういうことがあったり、 PI 協議会という PI って、まあ、パブリックインボルメントって言いまして、まあ要するに一般の人たちを
行政のいろんな手法に取り込んでいくという一緒にやるんだという意味なんですが、僕らはパブリックインチキとかですね、まあ、いろんな言い方をしてからかっておりました。うさんくさいものですもともと。で、まあ、そういうことがあったんですが、そこでやってるうちにみんなお互いが各地がですね、各地を膨張するようになってきました。そのうちにもう本当に紛糾してひどいところもありましたけれど、マイクなんかこうやって喋ってると引っ込み返しちゃったりとかですね、そういう、まあ、まあ非常に、おとなしい話ばっかりじゃなくて、新聞記者の喜びそうな荒々しい、まるで砂川事件みたいなことは実際にあったんです。でも今の外環道にそれは見えませんから。今の外環道に見えないという理由は、もう地下の穴が掘られてまして、地下の中で仕事してますからそうなってこないんです。でも着工式の時なんかにはかなり、まあ私なんかも含めてかなりの人間が出てですね、演説もしましたし、それがテレビにも映されましたし、相当激しい抵抗運動に見えたんです、見かけが。今それが要するに地下に潜ってしまっているという難しい、まあ、状況になっているわけですね。それとももちろん反対する人はいますし、ただ国もバカではない、バカではないというか非常にずるい、こずるいやり方をたくさんやってきます。まずですね、全部沿線地区のですね、町会というものを抑えています。で、町会っていうのはまあ50ぐらいあるんですが、一覧表僕はこっそり持ってますけれども、これ見るとどこの町会に どういう会長さんがいるかってわかるんですが、そういう会長さんの中にはですね、自然のために一生懸命やってくれてありがとうということで皇室から表彰されたりするような人も出てきます。で、その推薦者は国土交通省です。実にわかりやすい話なんですよ。それで町会はたくさんあるんですが、そういう中でも、反対したような人もですね、やがてはその地域の一番見渡せる一番いい場所に引っ越すことができるようになりました。そこは本来はそこの本村がかつて広域の村線裏線があった頃には本村の役場のあった場所ですよ。そういうところに行く、そういう裏取引がいくらでも行われている。そういう中で住民たちは反対というと、しかし今度いろんな公的なことに携わっている人たちもいるわけですよね。例えばまだ、東京近郊ですから、その範囲というのは全部東京をぐるりと取り巻く農耕もまだ残っているような場所で、自然地帯でもあったわけで、まあ、東京の水源地帯ですね、いわば最後の砦です。江戸の水は全部そこから取ったんですから、そこを全部環状の外環道にするという計画です。で、このさっき先生もおっしゃってたけれども、このトンネルの直径16メートルって言うんですけれどね、これ30メートルにして、要するにそこから分岐したり合流したりする道を作るためには 3000m ぐらいしなきゃいけないわけですよね。そうすると今度そこには止水壁といってですね、そのトンネルの中に水が入らないような構造物を地中に作んなきゃいけない。これも構造物の一つとみなされるわけです。要するに先ほど先生がおっしゃってたようなその法律論的にはですね、都市計画法上もこの構造物はもうれっきとした構造物なんですが、その大きさの高さは54メートルです。54メートルの大きさの構造物が自分の家の下にあること想像できますか。だいたい54メートルってどのぐらいなんだかピンと来ないんですよね、皆さん。だいたい日本一高さのある名古屋城と同じ高さです。これが自分の家の縁の下の下にドーンとできるわけです。まあ、そこはコンクリートを使うわけではないんですが、地質を変えてですね、そういう構造体として、それが引っかかると構造体に引っかかっているぞということになって、いろんな、今度権利関係の問題になってくるというような、そういうことですから、単にワイワイ騒いで旗持ってですね、騒ぐだけで反対運動ができるかというとそうはできません。
で、そのもともとはですね、これまだ奈良時代の条理性が残っているようなのどかないい地域だったんですね。例えば私は世田谷の例で言いますと。で、そういうところをですね、まずは区画整理事業という、これまた問題大きいんですけれど、五十嵐圭樹さんという先生が僕に言ってましたけど、ある日酒を差し飲む機会があったんで、彼女さんどうしますかと、ヤンバは、壺5万円って言ってるけど、それが50万円ですよ、50万円が今度5000万ですよと、道路問題とか地域も土地問題っていうのはそういうような飛び跳ね方をする、それを私たちはどうしたらいいでしょうかね。この人は本当に我々良心的な人で、民主党があんなことやって悪かったって言って謝って坊さんになっちゃったような人ですから、つくづくね、悲しがっていました。で、そういう難しいことを相手にしなきゃいけないんですね。だから志ある人たちは、僕たちの仲間は大抵会を作ったりしながらも、普通のきちんとした社会人の生活もしてます。それから、農協の仕事をしている人もいます。そういうどちらかといえば、そういう、なんていうかな、政府が擁護したくなるような、援護したくなるような仕事を、やっている人たちもたくさんいます。だけどそういう中には外環道に反対する人もたくさんいるんです。だけどそういう区画整理事業に携わった人なんかはね、大っぴらに賛成できないから。しかし僕らが例えば北見の駅で演説をして、今度成城の駅に行きますと言うと、彼らはこっそり農家得意のですね、軽四輪のトラックでですね、僕らの資材を上りとかですね、運んでくれるんですよ。それで自分たちはレジスタンスだと言うんですよ。そういう人たちがいっぱいいるんで、反対をしている人間はそういう人に支えられてるんです。僕はね、やっぱりそういうのを見るとね、やっぱりいい申し立ての時もそうですけどね、やっぱり泣いちゃいますよね。こういう人たちがいる。だからそういう人たちが反対できないような形で国はこの事業を推し進めている。元はといえば1954年ぐらいに国土開発幹線自動車道建設法という法律ができまして、これは日本国内に約1万キロの高速道路、外環道と同じようなものを通すという計画をもう作ってあるんです。作っちゃってるんです。あるんですよ。ないんじゃなくて、これからやるんじゃなくて、もう少し何千キロというキロ数は減りましたけれど、これでもう作る予定ですから、ほっときゃこれどんどんできていくんです。東京だけじゃなくて、東京の東京外環道ってのはその一部なんです。それで1966年頃にはですね、自動車業界と鉄道業界の熾烈な競争がありました。で、結局自動車業界が勝ったわけですね。その当時仕事した人も僕らの世田谷の会の仲間にはいます。だから全部情報は入ってますけれども、それでそういう競争をしている中で自動車業界が勝って、やっぱり道路をどんどん作ろうということになって、その一環として東京外環道ってのはできてるわけです。だから法律名でこれはですね、関越自動車道富士吉田線支線ということになっています。だから非常に法律的にもこの道路名は分かりにくい、そういう分かりにくいことを官僚たちが自分たちで全部やってしまおうというような、そういうやり方ですから、官僚との戦いも大変なんです。向こうも騙そうとしてるし、こっちもその騙そうとしてる官僚をさらに騙して、それ以上の反対運動をしようとしますから、官僚の一人や二人はですね、首に伝っていいというやり方で頑張ってます。それが一つのやり方なんですね。で、今日お話になると一番大事だなと僕は思ったのは、そういう僕らの頑張りはそれはそれでいいんですけれども、やっぱり一番
思ったのは憲法ですね。憲法ってのは最後の砦ですから、憲法って法律じゃないと私は思ってるんです。あの法律論をあんまりやると先生いらっしゃるからねあのなるほど僕は違うこと言いたいんだけど、憲法ってのは法律じゃなくてやっぱり法律の法律なんですね。こういう重要なものをがあると。で今あの憲法を守りましょうって運動は盛んです。でもこれにもちょっと問題がありまして、憲法反対というラベルを貼るとパッと何かが憲法をこれはいかんということでけしからんということでゴーンと叩かれて何かがうまくすんなりいくんだということはありえません。憲法で戦うっていうことはさっき先生おっしゃったような本当に細かいですね。もう嘘みたいに細かいものをチクチクとですね積み重ねて、実は今日も3センチぐらい床が沈下したんだっていう情報が入ってるんです。でも今日ちょっと講演会があるから勘弁してって今日は言わないんですが、明日以降そのうちに行ってどうしてその壁がねずれたのか土台が沈下したのか見に行くんです。見に行くのは別にネクスコとか専門家が見に行くんじゃないんですよ。我々が見に行くんですよ。後ろにいる鴨谷さんなんて人はしょっちゅうそれやってるんだけど、そういう仲間がですね行って調査をして、で今どこまでシールドマシンが穴掘ってるかっていう情報も全部そういう計算が得意な方が自分で割り出すんです。そんなことは国は言ってきません。それでこれはさっきの大震度法になっちゃうんですけれども、もともと都市計画法っていうものにはですね、まあ、53条というどうしても枷がかかってくるんですね、制限が。でこれは国も困ってたんです。土地を収容するのにも53条があるとしにくいわけですね。だからもっとうまい収容法みたいなことができないだろうかということを散々考えた時に発明したのがこの平成12年に改正されたこの、まあ、六法全書にそれを本当の文章として書き込めたって言って喜んでるんですけど、彼らはその53条を書けないでも土地を取得できる、その要するに地元の地権者に迷惑をかけないでもいいというやり方を発明したんです。ところがこれは今ここで言っていいかどうか分かんないんだけど、それはやらなかったんですね。こういうことだから土地に制限がかかることもないからいいですよっていうことを100ページもあるような冊子を作って沿線中にそれを撒いたんですから、そういう組織を使って僕も持ってますから。そこにはね全然その地上に問題を起こすこともないから制限もないからへちゃらですよということを言って、ところが実際蓋開けてみたら事業家になってみたら65条という都市計画法65条というこれはもう家建てるときにはちゃんと建築の届け出をして許可をもらわないと建てられないというのを作っちゃってるわけです。ということは大丈夫ですよ、何の制限もありませんよと言いながら、制限がないのは自分たちの掘り方でもってね、お宅の地下を掘らせてもらいますの一言もなくて穴掘って、それでしかも65条の宣言はかかってると、これどうなってんのと。で今度これは今事業中ですから工事をしてますからこれがかかるんです。確かに法文にはそう書いてある。ところがこの工事が終わって出来上がると今度また53条に戻るんですよ。これは要するに都市計画法というものの組み立てがそうなってるからですね。まあ、僕は法律についてはそんなにしておきますけど、で日本中の大体 60% ぐらいがですね都市計画法の関係地とされてるんです。そのように日本は都市計画法というものに縛られて、これはもう本当に一つの大きな問題としてやらなければいけない。このままだと日本は本当にもう本当に廃墟みたいなものになっちゃいます。そういう問題と戦ってるんですね。で実際の戦い方はさっき申し上げたようなやり方なんです。そうなってくるとこれ負けるかもしれない。で世田谷区は例えば
都市計画決定権がないんです。で、第一、税金固定資産税取られてもですね、 55% は東京都が持っていくんです。 45% が世田谷区に降りるんです、交付されるんです。これじゃ独立国じゃないんです。だから昔から世田谷独立論というのものはありました。私がその擁立にかかった現区長もですね、初めはそれ分からなかったんです。とか今になってみると勝手なことができないということが分かったんですね。私は生まれも育ちも世田谷と申しました、実は若い頃はずっとこの世田谷の町を使って利用してですね、ケーキ屋ケンちゃんシリーズというテレビドラマの台本を書いておりました。出てくる町はみんな世田谷の町でした。良い子の住んでいる良い町の風景が世田谷にはいっぱいありましたから、それがどん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 なくなっていく。その町会もなくなっていく。だから200件ぐらいがバッとなくなると町そのものがなくなっちゃってるんですよ現在。そういう条件、町がなくなるんですよ皆さん、住んでる町が。そういうことがそこここに、なんか羊羹かなんかに穴開けるように起こってます。だからそういうこととの戦いなんですね。で、一番激しい戦いはいつでしょうかっていつ聞かれるんですよ。やっぱりでもあるんなら見に行きましょう、協力しましょうということなんでしょうけど、でもそういう単純な仕事ではないんですね。国はもっと老快なずる賢いやり方で国土そのものを変えようとして動いているということなんです。そうなってくると私は裁判が負ければね、いや負けると思ってないんですけど、勝つと信じてやってるんですけれども、負けた時どうしようかっていうことは当然僕は考えなければいけないと自分自身には、ね、個人的には思ってます。その時はどうしようかと、そういうことを考えた日々まあ戦っているわけですけどね。そうなるとやっぱりね、世田谷区がちゃんと自主権を持った都市計画法を決定権を持ったそういう国になってほしいという動きもやらなければいけないんですね、反対運動と同時に。例えばそういうことって外国にはなかったわけじゃなくて、例えばアメリカのテキサス州なんかはですね、テキサス共和国っていう時代がまあ10年ぐらいあったんですね。これは事実10年間は共和国に憧れて、やっぱり映画にもなりまして、これは有名なアラモですよね。ジョー・メイが俺は共和国という名前がを聞くと自分の息子がひげを剃るようになったのを見るような本当に麗しい気持ちになれるんだ、夜中やややしながらね、リチャード・ミドマークとかね、ああいういかつい男たちがね、みんなそういう話をしながらテキサス共和国を作った、そういうことをしなきゃいけないんじゃないかというふうにも思ってきます。だから僕は北見を高台から見下ろしているとやっぱり聞こえてくるのはですね、ザ・グリーン・ディブス・オブ・サマーですよ、アラモの主題歌ですよ。これだけが今の僕を慰めてくれます。そういう戦いです。ちなみにアラモは185人の人間が全滅しましたけどね、義勇兵、いろんな立場を持った義勇兵。でもこの外環道との戦いっていうのは私にとってはアラモの戦いと同じです。テキサス共和国を作ったように世田谷共和国を作んなきゃいけないという思いで私は必死になってやっております。今日帰ったらまた今日は疲れたからと思って聴く曲はグリーン・リブソル・サマーです。そんな戦い方をしております。以上でございます。申します。で、生まれたところは赤骨なんですよね。で、赤骨も清張寺の ご住職さんがその都市計画の
道路をね作るってことで、清掃時の下の駐車場を全部ぶっ壊して、で清掃の中も一部駐車場をね3分の1と半分とかちょっと覚えていませんが、そこを潰して道路を通すと。で中に織田殿下の木造のねあるんですよ。それもねどかすと、存じてます。それでどかしてね移動させて、そこを高速道路を通すと。で通してずっと行きますと西側の公園が、大きい公園があるんですけど、そこのど真ん中を道路を通して、要するに子供とかそういうところをね遊べなくする、そういう計画で、私が第1回去年の3月か4月ちょっと忘れましたが、第1回の地裁一番参考にして、私もバスで傍聴してきました。容赦なく国はそういうものを潰します。世田谷も今の地にですね、17基ですよ。これの横穴墓、正式には大穴墓という人もいますけど、学問的には横穴墓というらしいんですが、これは全部ぶち壊されました。ぶち壊さないようにずいぶんいろんな手立てを尽くしたんですが、結果全部ぶち壊れ、これは写真持ってくればよかったんですが、素晴らしい17基の壁、山に穴が開いてるんですよね。素晴らしいもの、副葬品も素晴らしい。だけどそんなものね、国は目じゃないです。この国の道路に関しての仕事。写真ある。あ、ありがとうございます。それはどうするか。それもうちょっと。あ、それ本からのですか。あ、そうでしたね。この本にですね、出ております。だから買ってくださいって意味ではないんですけれども、これ置いておきますけれども、よろしいですか。ちょっとページを広げて置かせていただきたいんですが、あるいは回覧すると時間かかるね。だからまた何らかの機会でこれを見ていただけるように、そういうこんな素晴らしい伏見の百鉄ってありますよね、あれにちょっと似たですね、あれよりもっと洗練されたデザインの、まあ当時のその地域の長でしょうね、今で言えば北見の長かもしれない、そういう人のお墓だったんでしょうが、潰されて今ないです。これはそれはもう、ね、去年の一昨年なくされました。それでじゃあそれをどういうふうに利用しようかっていう協議会はやるんですよ。協議会はやるんだけど、まず先に道路歩きの協議会だから協議じゃないんですね、それは。で住民の戦いっていうのはまあ ただ道路やめろって言ってるっちゃまだいいんですよ。実際にはそうやって町が壊され、知り合いがいなくなり、実際の町会までもなくなりというですね、南なんかは6つの町会があったのに1個しか、まあ、6つしか5つになっちゃったんですから。それからなんかある町会長は、ね、皇室から表彰されちゃってね、だいぶ見たくないものを見ますよね。皇室から表彰されると日本人ってやっぱり変わるんですね、相当。だからやっぱり相当悲しいものも見なければならない。それが世田谷区から調布狛江含めた練馬までのところで一体的にそれが起こってるんです。で僕たちはそれ連携するために七区市が連携して集まっていろんなことをしてるんですが、まあそういう一部の作業としてこういうこともできるし、それから浜谷さんのように事務局を作ってくれて、裁判の準備のためのいろんなことを取り持ってくれたりという連携はしてます。
これはまあ僕たちは最強のメンバーでやってるっていう自負がありますけれども、あのそういうことをしていかないと反対ができないんですね。でこのままでいくと必ずやあのアラモの二の舞になるということは少し僕は覚悟をしてます。連携をしているわけですね。はい、連携をしているわけですね。あ、もちろん連携してます。で、お茶なんかの、年のね、早くなってことで、防衛しているわけですよね。そうです。で、住民もそういう、もう受け付けないって言うんで、帰ってくれって、それ看板出してますよ。はい、本当にそれはね、いろんなやり方でそれやってます。そうですね、やないと勝てないですね。だから僕はもう最後一言で言いますと、とにかくじゃあどんな町がいいんだということになります。そういうことも行政は言います。だからその時は必ず言うのが、良い子の住んでいる良い町だと言います。そういう町だったんです、あの世田谷というところは。まあ世田谷だけじゃなくてこの沿線全部がね、そういう地域だったんですね、東京でも。そういう悔しさがあるんで、いまだにこれはね、ついついこの話になると熱がちょっと入りすぎて、すみません、申し訳ございませんでした。そんなところでございます。北区もね、その都市計画道路の計画があってですね、これ略図ですけど、あの池袋から赤羽に行ってるこれ埼京線ってありますよね。ここのあの十条の駅前は再開発が入ってるんですよ。でここになんかね、都市計画道路がこっちからこう来てですね、でこの辺の一帯のですね、低層住宅とか全部立ち退きっていう、そういう話になってるんですよ。それがまあ私がまあ先ほど申し上げた、その戦後すぐに作った都市計画で、もう計画は決まってんだと言って強引にやろうとしてるっていう、まあそういう話ですね。それで赤羽の方はどの辺りになるんですかね。赤羽は稲月、昔の車が、この赤羽の駅の西側ですか。ね、西口ですね。西口ですね。西口でちょっと行って、清掃寺行って、稲月は、あ、なるほど。お堂がそのお寺だったんです。なるほど。そこの高台まで行かないですね。高台の左側、左側ですか。そうですね。右側も一部住民を、どかすところで、食料と食料やってますね。なるほど、ね。まあ、この辺一帯でちょっと赤羽とか東十条とかでやられちゃったんですね。田中さん心配するといけないから最後に1個だけ証言しておきます。今区画整理事業という言い方をしました。でこれによってですね、土地の値段は変わるんですね。それでそれをやって外環道も通りやすくなりました。でその後に整理されましたからね、いろんな家が建ちまして、今度その家をですね売るという話がありました。区画整理事業をやったのは三井です。それから今どんどんその、ここのこのままにしとくと安くなっちゃいますから早く売りましょうよってやってるのも三井リハウスという会社だったりします。出来上がってるんです、このように日本のその資本主義の中でね。まあ資本主義は悪いとは僕は言いません。だけど日本のせこいせこい日本の資本が熟成されてない資本主義の中でそういうことが起こってるんです、現実に。そのことをぜひ今日は皆さんに知っていただきたいと思って、それ言えるだけでありがたいです。はい、ちょっと補足させてください。赤羽西、今清掃寺さんの話されましたけども、私も裁判をずっと傍聴させていただいてます。それで裁判長、じゃあごめんなさい、原告団長は清掃寺の住職さんがされてますね。それでね、今話が田中さんからありましたけども、23区の木造密集地域を火災から震災が守るためにということで、特定整備路線という形で、全部で26ぐらいあったかな、そういうところを道路化していくという話がある。その結果、例えば十条でも商店街が潰される。それからあと大山ハッピーロードですか、板橋のあそこも潰されると。それでこの道路計画だけじゃなしに、駅前再開発、高いビルを作ると、
いうことが組み合わされて行われているというそういうところなんですね。だから最初に田中さんが男でしたっけ、記事の話されてましたけど、もう中身は、ね、そっくり一緒なんですね。そんな中で住民がどうやって、頑張っていくかというのはやっぱりね、団結しかないと。で、都市計画道路は東京都がやってますけども、占いっていうんですかね、一言で言うと、それが一番大事なことだと思いますね。東京外環道でも青梅街道インターチェンジのところの人たちが、団結して占いとやってます。それが一番成果を上げてるんじゃないかなという感じでします。それで残念なことに、先ほど竹内先生が話されたように大震度法っていうのは、僕は洞窟法って言ってるんですけどね、勝手に、地下を掘っていく、こちらは何の抵抗もできないという、こんな理不尽なやり方、それでそのうち、地盤沈下が起きるかもしれない、家が陥没するかもしれないという、こんなことって許されないということで、外環道の、都市計画道路とは違う不当性というのがこの大震度にあると思っています。すいません、ありがとうございました。ここの十条のですね、駅前の案内に、まあ、今お話あったようにですね、50階建ての超高層ビルを建てるとか言っとるわけですよ。あのね、一回なんか物見遊山でここずっと行かれてみるといいです。まだちょっと風情が残ってるね、いいところなんですけど、こんなところに50階建ての高層ビル建てるとかいう冗談じゃないと。で、実はまあちょっと前のですね、北区長選挙があった時にこれ争点になったんですけど、今の現職花川壮太ってやつがいて、でこれはまあ共産党を除くですね、大体その他の 政党がですね、消極的に支持してると。だから対立候補として立ったのが音北ですよ、音北俊、あれは今都民ファーストからずっこけて、今何でしたっけね、ちょっと輝け東京でしたっけ、で、もう今維新行ったんですかね。でこの前参議院選挙で立憲民主と競り合って勝っちゃってですね、今国会議員ですよ、ね、あんなのに入れちゃいかんでしょ。で音北とその花川壮太はですね、どういったかというと両方とも賛成してるんですよ。それでもう私も投票者ですからね、あ、いよいよ投票するやついねえなと思ってたら、共産党と市民が一緒になって一人立候補してくれたんで、まあ、落選しちゃいましたけど、まあ、やれやれと、まあ、棄権することはなかったんですけどね。で音北はですね、予想たよりもさらにひどくて、積極的にやりますとか言ってました。もうVTR に撮られてるんでもう言っときますが、音北はですね、この十条の低層住宅地域をですね、踏み潰すような開発を積極的にやると言って、区長選挙に立候補して花川壮太に敗れて落選をしたんですけどね。だからそういう人間を国会議員にしないでいただきたいと、有権者には強く申し上げておきたいと思います。これVTR を意識して言ってます。で他にいらっしゃいますか。輝くっていうのは保坂信さんの記者なんだけど、保坂さん何とおっしゃってるかは一つ聞きたい。それともう一つは自動車産業っていうのは自動車っていうのは鉄道とかのなんかよりもエネルギーを消費するんだろうと思うんですよね。あんま大きくないしね、運ぶ人数がね、だから大量輸送にするんだったら鉄道とかバスとかそういうものにするのがいいんだからね、こういう方針おかしいんじゃないかと思うんだよね。じゃあ音沙汰区長の件はちょっと時間を見ます。今のご質問のうち保坂区長のことは実際に責任もありますからお答えします。確かに8年前私は保坂さんに区長選に出てくれと言いに行きまして2人で相談をしました。でそのことは彼の本にも出てきてますけれども、彼も初めは世田谷区っていうのはもうちょっと独立性を持てるものと思ってたようなんですね。ところが世田谷区は5地区に分かれてまして、例えばみんな違うんですね、それぞれの北沢地区とか木牟田地区とか。で木牟田地区なんて17万人も人口があってとても大きくて、それ一つがもう区みたいなもんで、これをどうしようかっていう問題で、なかなか
区自体が政令指定都市にならないと、さっき言った 55% と 45% の話は解消しないんですね。それからまた文化もちょっと違ってて、絹田っていうところはですね、もともと近世初期までは2万石ぐらいの小藩があったところなんですよ。でこういうところが中世以来の小藩があって、江戸期に入ったなんていうところは東京都で北見だけなんです。東京日野原村とかいろいろあるけど、あんなとこ行ったってないんですね、藩があったっていうのは。でそういうところの人たちがまだ北見にはいるわけですから、だいぶ感覚は違うわけですね。他の、商店街の多い下北沢ともまた全然違う。その中でどういうふうにしていったら区の独立性を作れるだろうかということで苦悩しているのが今の、区長ですね。で彼はこれまでの区長に比べれば誰よりもこのだから、世田谷ナンバーと言ってみたりね、それからふるさと納税のことを頑張ってみたりいろいろやってますけれど、一番政令指定都市、これちょっと言い過ぎかもしれないけど、一番政令指定都市にしたいと思っているのは区長なんです。区長の権限が全く今ないですから。だから僕はそれを応援したいと、ちょっと個人的な言い方で申し訳ないんだけど、個人的には思っております。あと次の質問のことは誰か、どなたか竹内先生にお尋ねというか、竹内先生のお話と関連で、特に大震度しか概念についていくつかお尋ねしたいことがあります。まず特定の公共事業のように供するために、地下40メートル、原則として地下40メートル以下の土地については所有権者に保証も通知もすることなしに、利用することができると。で現状では例のリニアとこの外観とということになっているわけですが、どう考えてみても公共事業、この大震度地下を利用して公共事業を作ろうやろうという、計画は、日本資本主義ある限り、日本全国でどこでどのように計画されて、むちゃくちゃなことが決められるか分かったものではない。そうすると大震度地下という40メートル以下の土地を公共事業にどこででも自由に使いうるようにしておかないと、この法律を作った意味がないんではないか。そうすると、まず公共事業があってっていうんじゃなくて、大震度地下という概念がフリーな利用可能な土地として、それが法律上も、公共事業のために用意されているという状態がどうしても法律の要請するところからして、いわばあまねく、例えばリニアでもそうですけど、 86% のトンネル部分で一体どこの部分がかつて40メートルまでは使われる可能性があったと言えるかというと、話を疑わしい。この話は長くする必要ないんですけど、いや、でも大切な話だと思います。要するに大震度地下というのは、万国に比類のないこの大日本帝国において、ほとんど国土の全部に及んでいるものと解釈しなければ意味がないのではないかということが言ってるんです。でこれは先生に直接伺いたい素人の法律なんです。その次にこの外観なんだけれども、外観の2というのがあるんですね。66年の庭科学問なんだけども、66年の計画決定の時は高価でした。で僕その時、もういいや、
で、その高架の下の部分、空き地がある、あるわけですね。それを外観の2ということで、2本目の外観として、全立地ではなくて、引き掛けては 16.2 メートル立地量だったんだけど、外観の2については9キロ、練馬の関越から9キロまでという形で同時に、計画決定されたというふうに聞いております。で、そうすると、これが外観の2がまだ生きてるっていうことがどうも本当らしい。で、そうすると外観の2っていうのは、本体は地下深く通るわけだけど、その地上部分がもう一つ道路になりますよと、ことですね。そうすると、高架道路であれば、地上部分に空き地がそっくりできるのは当たり前だけど、地下に道路が入ってしまって、計画決定、計画、地下方式に変更すると、計画の変更が、2007年になされているわけですね。そうすると、この時点で、その変更事項の中には、外観の2はチャラになりますよということが含まれていないと意味がない。ところが、生きてるんですよ、そんなと。これ、要するに、耐震土砂療法を利用した、活用した外観本体の上に、外観の2という幅の広い道路が、端的にちょっと質問して、端的に見てます。簡単に。端的に見てます。そうすると、この部分、用地買収しなきゃいけませんね。これ、普通、所有権の 100% の取得が必要ですね。これ一体どういう法律的な根拠でこんなことができるのか。で、これが2点です。2点です。もう1点目は。質問が1つずつじゃないか。いや、関連してるんだ。いや、関連してても1つずつ。まあ、1つずつやったのは分かりやすいと思います。そうですね、はい。もう1点は簡単です。まだあとでね。はい。最初、都市計画決定をしてます。で、それは高架で外観を通すのと、もう1つはその下の土地をね、利用して、やっぱり道路を作る計画ですよ。ですから都市計画事業といえばね、これは土地収用法の適用と同じなんです。強制的に土地の所有権を取り上げることができるんです。ですから高架 地表の場合には全部土地を収用する計画でした。でもちろん反対運動があったけども、で反対運動によって高架はやめて、いや一回凍結して、でその後地下になってます。でも最初の都市計画決定も全部生き残ってます。はい。で、それによって、地下の部分の都市計画事業認可もしたけども、地表の部分も一緒に、東京都道にするための事業認可をしてます。で、そういう形で結局、地上の道路は生かして、彼らは使おうとしていて、今、練馬から1キロメートル部分までは、事業認可をしてます。だから順次やっていくつもりです。でやがて練馬を通って杉並の方まで行く予定でしょう。で、うん、そうですね。でなぜそれが目的かというと、結局ね、町づくりと称する再開発なんですよ。結局その土地を取り上げて、そこに太い道路を通す。でそうするとその両脇は高いビルが建てられる。それから住宅地を商業地域にできる。つまり全部儲け、お金儲けのための道具にできる。これは事業計画、公共事業と称する計画の根本的な狙いです。特に道路ね。ですからさまざまな道路があって、昔計画があったといっても、今彼ら狙ってるのは昔計画があったからやりたいんじゃなくて、今その道路を使って都市の再開発、彼らにとっての再開発、金儲けをしたい。で 2倍の容積のビルが建てば都市代は倍になりますから金儲かるんです。そのために住民の生活は犠牲にするのが、これは利権です。で、国も行政も全部そこに群がってるんですよね。ですから根本問題はそこです。ですから公共性なんていう話の実は裏はそこにあるということです。ですから本当にその公共性ということをね、突き詰めることが大事だと思いますよ。本当に公共なのか。で、私もさまざまな道路事業を見てますけども、途中で切れちゃってて、ね、その感染につながってない道路も道路、はい、事業やってますよね。ええ、あれ結局それ狙いはそこです。
周辺の土地が高くなるんで、建築業が儲かる、ゼネコンが儲かる、だからそういうインチキカ様、これはやっぱり表沙汰にすることだろうと思います。あの最初に私が申し上げたように、この問題って都市計画と都市再開発に絡んでいるんですね。それでその都市計画法と浦原の関係の建築基準法ですね、この2つの法律がもうあの古くて、もう高度経済成長時代にできたような法律なんですけど、これがですね、要するに知事を中心にした利権集団によって、これ東京都だけじゃないですから、 各都道府県の知事が握ってるんですけど、そいつらがまあ自由にやってるんですよね。だからこの都市計画法と都市再開発法と建築基準法って、この3つをねセットで抜本改正しないといけないんですよね。でこのお話は、まあ、五十嵐さんが非常に得意なんですけど、まあ、あの近々またお願いしてしてもらおうかなというふうに思います。はい、僕が考えている言いたいことは、要するにあの外観のニーズというのは、あの高架線として作られる場合に限って地上部分が開くんだという、だからそう、で高架線がなぜ作られるか、今地下にもトンネル化してなぜ作られるかといえば、あの交通自動車交通の可能ですよね。それだけが公共性の唯一の根拠ですよね。でそうすると地上の高架の道路計画が消えてしまって、地下を大深度で代替すべき道路、あと自動車交通を緩和すべき事業目的がそれで完遂されるんだとすれば、一体全体全く新たに取得しなきゃならない地上の高福院の土地を、全くこれをそのこれは意図は分かりきっているんですよ、もちろんね。ただ法律的にそもそも事業計画の変更とともに消えてしまうほかはないはずなんですよ。それでと、その次に、そうすると今あのその知らせることもなく、補助することもなく、簡単にちょっと質問していただきます。あの道路ができるわけだけど、そこの上に改めて前と同じような道路はもう一遍もう2本できる、2本目の道路はそれ法律的にはいかようにしてもあの正当性を立証しようがないと僕には思われる。はい、それが難しい。はい、あの全く論理的にはそうなんだけども、これに群がっている利権集団はね、そうなんです。でも国会と都議、それから区議、全部つながってますよね。だからその町づくりと称して地方の道路を使った、要は良好な町づくりなんてことを彼らは次の公共性ということを言ってくる。うん、だから そいつはやっぱりね、こちらは そうじゃないと暴露していくことで、やっぱりそれはまさに住民の力ですよね。地方自治体、住民の力で、うん、巻き返す、それは暴露だと思いますよ。法的には全く無法ですよね。他、うん、いらっしゃいますか。もう一つ、あの大震法の問題でね、これからあの竹内先生おっしゃったように、これから、これが、やられてしまうと東京都のだけじゃないんだけども、まあ、首都圏の地下は勝手に掘られちゃうと、道路がね。で、実はあの地盤沈下が起こって、今水害の問題が東京の下町で大問題になってますよね。何百万人っていう人が逃げなきゃならないと。で実はあの地盤沈下5メートル以上起こった原因っていうのは、上総総群、あの外環道は上総総群の下を掘り抜いていくんだ、中を掘り抜いていくんだけども、上総総群っていうのはその中にガス田を持っていて、南関東ガス田だから、東京の下町の地盤沈下は実は地下水の汲み上げなんだけれども、その地下水と同時にガスが得られたんですね。天然ガス。だから
あの水と燃料が同時に手に入ったんですよ。だからものすごい量の水を汲み上げて、それで地盤沈下が起こって今、その反動として、今度水が出たら、何百万人って人間が、溺れ死ぬか逃げるかどっちかしかないと。東京の下町全部です。下町全部ですね。だからそれと同じように、私はあの桂総群中を掘り抜いていくと、ガスも一緒に出るんだと、地下水と同時にねガスが出ると。で、それをこの酸欠空気であることは言うんだけれども、その成分を言わないんですよね。それをぜひ、出させてほしいと。つまり、酸欠で、死ぬんじゃなくてガス爆発で死ぬ可能性もあると。渋谷の北区でもありましたよね。あの渋谷の温泉施設でガス爆発が起こって一人亡くなった。それから北区でも同じように、掘削中に起こった。それからあの千葉県ですけれども、いばし博物館で大爆発が起こって、亡くなった人もいるというように、あの関東地方っていうのは、南関東ってのはそういう場所なんです。でその南関東ガス田からずれてはいるんだけれども、もちろん、ガス田というぐらい量はないけれども、東京のこの外環道の地下に、地下水にも、僕はガスが、含まれていると。それを掘削するとやはり、圧力が低下しますから、地下水中に溶け込んでいたメタンなどが、出てくると。でそういうふうに私は考えているんです。でそれも噴出した、原因の一つじゃないか。だから成分を言わないんですよね。ちょっとその辺を、お聞かせ願えればと思うんですけど。確かにあの渋谷で一回ありましたね、爆発事故ね、何年か前にね。ありました、ありました。おかえりらっしゃいますか。今入れば一つ、はい、もう一つは大事なことです。高橋先生にお尋ねしたんですけど、この本によりますとですね、あの大震度で掘った上で、いろいろと、地上の地表について制限が加えられると。で使った場合には国に届け出をしなきゃならない、買取も国に求めなきゃいけないというようなことが書いてあるんだけれど、実際にこんなことがあるのかどうか、それが、説明として出たらしいんですけれども、本によるとそれが取り消しになったのか、現在も生きているのかどうかということですね。土地の利用制限などは大震度法には書いてなくて、都市計画法に書いてあるんです。で都市計画決定した段階で制限があったり、で都市計画事業認可を下ろした時点で、国に買い上げ権、事業者に買い上げ権が出ますよね。でそういう形でその制限は今もかかってます。で地表を使わなくなったのに、そのまま都市計画事業認可そのまま使ってるので、今も制限かかってます。両方でこうかかってる、両方でかかってます。で、都市計画法の中にはその地下を利用する場合に特に特化して地下のね都市計画、決定ってできるようになったんですよ。これ大震度と一緒の時期に法律が作られたんです、まさにこういう時のために。でもちろんそれで地下の利用権、都市計画決定だけにすれば、じゃあ地上はどうぞ自由にってねできる法律なのに、そうしてないんです。いまだに地上には利用制限かかってます。でこれやり方自体も憲法違反だというふうに私は主張しています。さっきの地上の道路のある計画と同じですね。道路、特に道路はね、あの地上も道路として使う、これはもう東京都がそういう方針だから都道にするつもりですから、大震度部分の上に建築制限、あの都市計画法でも建築制限があるし、40メートル以下の、それでもやっぱりありますよ。多分、自由にやりたい方だ。おかえりなさいますか。
だから法的につかなきゃいけないところはいっぱいあるんですよね。それをじっくじっくとやっていかなきゃいけないから大まあ竹内先生今でも指摘してますよ。地表に影響ないはず、地表に影響ないはずの大震度法を適用しているくせにね、都市計画事業に大震度法を適用したら地上の制限もかかりっぱなしですよね。こんなの大震度法と矛盾するんですよ本当は。だと思うん、それはそんな無茶苦茶ないですね。無茶苦茶です。うーん、あ、いや、何でもあり、何でもあり。秋尾先生、ちょっと私からあの質問一つ、あの裁判の報告会でもお聞きしたんですけど、私が一番心配なのはやっぱ直下型の大地震なんです。それでまあ先ほどの話だとその30メートルのやつは候補さえ決まってないので耐震性も何もないだろうっていうのはあるんですが、そのいわゆる 大地震が襲った時にですね、その一番深いところももちろんそこへ入っていくところもですね、これ伝えられるんでしょうかと、これものすごくですね心配でしょうがないんですけれど、そういう検証をしている資料はないと思いますね。はい、もう単に、地下でしかも円形のトンネルの場合には安全なんだ、地盤と一緒に入れるんだっていうだけです。全然科学的でも何でもないでしょう。で断層があったら行っちゃうと思いますよね。大物量とかもありますよね、はい、縦だけじゃなくて、いう方によると思う。で核腹部の接合部なんて複雑な構造ですから、力がどう伝わるかは誰も検証してないと思いますよ。ただ一つだけね、あの 地上にはあの増幅される部分が出てくるというのはあのこれは、研究結果が出てます、ね、増幅される部分というのはつまりあの反射してあの 地下の部分はあの前で地震の時にはお話し、揺れが増幅される、揺れは小さくなると地下はね、だけどもそれが地表部分に反射して下の部分を上に、そしてあの低減する部分と増幅される部分があるという研究成果は出てるんですか。そうですか。他にいらっしゃいますか。あとお一人だけなんだけど、いらっしゃらなければ彼に質問3分以内2ページの大震度の概要、法の概要と問題点の中に、所有権と補償の要否という小項目があります。ここを非常にあの僕実はあの道路用地の買収価格を決める仕事をずっと長い間やってきたので、いわばその限りではアマチュアではないんですけど、所有権が大震度地下に進んでおりないとは言えない、まあ、これは私だけのことで、2番目の地下の利用の利益は深くなればなるほど薄くなるっていうのはですね、あのこれ例えば実際にあの40メートルより上に地下交通物が作られるケースと地上部と開口部、あの鉄道部ですね、たくさんあるわけです。そうするとそこの価格を補償金の額を決める上で非常に致命的なこれデマなんです。僕それであの例えばあの今あの収容案件になって、はいはい、もう終わらなきゃいけないのすいません、まあ、とにかくあの低くなれ深くなれば安くなるからって言って奇妙な計算式を作られてルールしてる、あれは完璧なペテンです。それだけは申し上げましょう。今回は手で楽だな。はい、お願いします。説明しますと、あの大震度地下の本線はね全部大震度です。ただしそのランプウェイとかね、まあ、本線でもその地表化を置いていく部分は大震度じゃないんです。でここはまさに都市計画法を適用して、で収容手続きをやって取ります。で地表まで取っちゃう場合もあれば、その地下をこう下がっていくトンネルは地下に、地上権、地下の区分地上権っていうのを設定する、つまり地下を使用権を設定します。これで、ね、収容手続きで取るんです、はい、そこはさすがにいくらなんでも大震度じゃないんで自由には取れない。だから収容手続きをしてくるっていう例はあります。そうすると深さによって、利用制限率が変わってくるので保証金の金額も変わってきます、うん、というふうに彼らは国土交通省は基準を作って
じゃあこれで今日終わりたいんですけど、ちょっと私からですね、皆さんのレジュメの中にこの絵が入ってたと思うんですけれど、もう来年7月都知事選挙なんです。1年切ってます。で、このね、タヌキ落とさないとダメですよ。本当我々都民のためにですね、ちっとも働かませんよね。現れる時は都民ファーストとかなんか言ってんだけど、結局小池ファーストなんですよこれね。でこの歌ね、もう今日ちょっと切っちゃいましたけど、昔流行った皆さんの青春時代の歌です、これ、お座敷小唄の替え歌なので、例えば口がうまくて嘘つきでってやつですね。死ぬまでやめない詐欺政治、こういう替え歌です。まあ集会なんかでぜひ配って利用して歌っていただければありがたいと。とにかく小池は都庁から叩き出すということでやっていきたいと思います。今日どうもありがとうございました。お二人に。